ね、統合失調症の方、そのリハビリをするときですね、動きを真似てもらうっていうのはですね、非常に苦手な方にあったことがあるんじゃないでしょうか。ね、あれって一体何が原因なのか、ね、考えたことありますか？まあ、実はね、そこを抑えておかないとですね、身体リハをする際、あの先生やだな、頭いっぱいになるんだよ、もうリハビリなんてしないよ、まあ、そういう形でですね、拒否されてしまうんですね。まあ、そうならないためにもですね、今日はなぜ、まあ、そんなことが起きているのか、脳の機能の部分からなぜそういったことが起きているのか、それを紹介していきたいと思います。そしてね、これが分かれば、まあ、どういった対応をしていけばリハビリで拒否されたりとかですね、しないというのが分かってくると思いますのでね、必ずこれだけは抑えてやっておけばリハビリはもうちょっとうまくいくんじゃないのという提案もさせていただこうかと思います。どうぞ最後までですね、ご視聴いただければ嬉しく思います。24時間中 14.4 分、素敵な 1% を共有しよう。新しい気づき発見チャレンジの場にしていこうという朝活ワン、本日も開始していきたいと思います。お話は斉藤誠でございます。物語は人生を導くガイドであるということでですね、物語研究を通じてリハビリの価値を底上げする方法を発信しております作業療法士でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、まあ、脳と統合失調症ということでですね、まあ、そもそもね、統合失調症の方って、まあ、模倣運動が苦手なんですね。なかなかこうリズムに乗れないというようなね、行動の特性があります。まあ、それってね、もともとその脳の持っているある機能のまあおかげでですね、まあそれがこう情報の処理がうまくいってないために起きていることなんですね。またここに関連することでですね、させられ体験というものがあります。で、自分で行動しているはずなんだけど、誰かにその行動をしなさいって命令されているかのように、で、自分が喋っているんだけど、なんだかその喋ってること、それ自体が誰かに命令されているんじゃないか、で、自分のことじゃないような感覚になってしまう、まあそういったね、させられ体験というものがあります。この辺もですね、まあ、実はその脳の情報処理がうまくいってないからなんじゃないかというですね、考え方があるわけですね。まあ、なのでその辺をですね、今回は紐解いていきます。とある研究でね、まあ、職業適性検査で、まあ、実はこんなところがいろいろとね、まあ、正常の方とですね、比較をされたっていうところがあるんですね。脳の情報処理がね、特に問題ない方ですね、まあ、そういった方と比較すると、知能、言語能力、算数能力っていうのが 80% 台だった。で、もう一つ。で、空間判断能力。形態知覚。ね、形をこう把握することですね。あと、目と手の強硬度、まあ。見たものに対して手であるとかね、体をうまくコントロールしてですね、まあ、物を操作していくっていうやつですね。まあ、その能力がやっぱりちょっとね、低かったと。まあ、一般の方に比べて、こちらは 70% 台だったそうです。さあ、さらに、運動速度。指先の器用さ、手腕の器用さ、まあ自分の持ってる能力、まあ、職業能力であるとか、まあ、何かこうね、ものを操作して、その能力を発揮していくような器用さの部分ですね、まあ、そういったことはですね、今度は 60% 台だったっていうんですね。というようにですね、まあ、とある研究の中で、職業適性検査っていうものをですね、一般の方と統合失調症の方でね、比較しながら受けてもらって、そのデータを比較したところではね、そのような差が見られていたと。で、一体それってなんでなのっていうところでですね、内部機能、この情報処理がうまくいってないっていうところがあるんですね。あまり内部機能ってね、僕たちしっかり学ぶことってね、まあ、もしかしたらね、そんなないかもしれないんですよね。一般的なそのね、例えばこう作業療法の中ではね、患者さん、統合失調症の方にはね、あまり情報をたくさん与えすぎないようにしましょうとかですね、本人のペースを乱さないように、本人のペースで作業してもらいましょうであるとかですね、緊張しない環境の中で作業してもらえるように環境調整をしましょうとかですね、まあ、そういったことが教科書的には言われるわけなんですけど、でもそれってそもそもなんでなのっていう話なんですね。まあ、その一つにイメージと身体フィードバックという考え方があります。これを逆、いわゆる心象系ね、疾患別リハとかされてる方であるとか、まあもしかしたらね、こうスポーツマンに関わってる方の方が、しっくりくるかもしれませんね。まあ、運動するっていうね、ことって一体そもそも何なのかっていう話なんですね。で、皆さんこう、ね、よく患者さんに、私と同じように動かしてみてくださいとかですね、まあ模倣をさせようとしますよね。これってね、通常の脳の情報処理の状態であれば、非常にいいやり方なんですね。
ね、目で見ることができるし、自分の、ね、体を動かしていくこともできるので、フィードフォワード、フィードバックがね、うまく働けばいいんですけど、まあ、でもっていう話なんですね。統合失調症の方の場合は、ね、先ほども出ていたように、リズムに乗れないとか、模倣が苦手とかですね、特徴的なそのさせられ体験。ね、誰かに体を動かされている。誰かに私は言わされている。っていうようなですね、させられ体験というものがあるわけですけど、なんでそういったことが起きるのかというとですね、この情報処理の経路に、処理がうまくいかなくなっているからなわけですね。皆さん運動しようって思ったら、ね、どういう経路で自分の体を動かしているか、そんなの考えていない。まあそうなんですけど、脳の中ではこういったような図のね、動きが起きているわけですね。まず運動しようと思ったらですね、その運動指令をする部分で、あ、じゃあこういう運動をしたいよねっていう形で運動を予測するわけですね。で、その運動を予測した内容を今度は運動を指令する部分ですね。体こういうふうに動かしなさいよと、イメージした通りに動かしなさいよというふうに指令を今度出すわけなんですけど、今度はそこでですね、ちょっとした遅延あるいはノイズが発生しつつも、自分の体で動、その動き運動をしていくと。で、その運動をしたことに対して、今度は感覚のフィードバックが入るわけですね。自分の手このくらい伸びてるぞ。目で見て、自分のイメージしたところと変わりないところまで手が届いたぞと。感覚的にも、視覚的にも、いい感じだぞと、予測の誤差のところを、運動の予測をしたところとね、まあ、この誤差の修正なんかを行ってるわけですね。で、そこで更新されて、ちょっと足りないかなっていうところでは、ね、その必要なところまで動かしたりっていうことをですね、まあ行ってるわけですね。まあこれ大体 0.5 秒の中で行われていると言われています。武術系の漫画って言ったらいいのかな。ね、あれの中とかでもですね、0.5 秒の遅延。ね、物事を認識してから体が動くまで 0.5 秒の隙があるんだから、その隙の間に攻撃すればいい。っていうようなですね。まあ本当に漫画のような、でも確かに達人の域になるとそういうことができると言われていますんでね。まあこの誤差とかノイズっていうのは訓練によってどんどん減らしていくことができるんですね。で、よく考えてみてください。で、野球とか、ボールを使うね、スポーツやったことある方だったら、で、皆さんなんでボールをキャッチできるんですか？で、こんなことを 0.5 秒もね、かけて誤差修正なんかしてたら、ボール顔に当たりますよ。よし、取るぞって思って、あ、やべ、ちょっとまずいかな。で、このくらい修正しなきゃとかってね、0.5 秒かけてやってたら、ね、その間にこう、のび太くんみたいに顔面にめり込むようなね、まあそんなことが起きてしまうというわけですよ。でもそういうことが起きないっていうのは、で、繰り返し練習したせいで、もうあのボールがその位置にあったら、ここまで手を伸ばせばいいなっていうですね、この情報処理の経路が短縮されて、この運動予測と感覚フィードバック、うまく連動してしまうわけですね。だからスムーズにキャッチできるという状態になるわけです。さあ、じゃあね、それは普通の人の話。ね、脳の病気である統合失調症の方、ね、脳の情報処理がうまくいってないわけですから、ね、先ほどのことを思い出してみてください。させられ体験の方が分かりやすいんですかね。ね、運動しようと思ったんだけど、ここのノイズとかがですね、まあ、うまく処理できずにですね、自分のイメージしていることと体が動いていくっていうところに、ズレが大きく出てしまっているという考え方なんですね。まあ、そこからさせられ体験っていうところではですね、この情報の誤差っていうものが大きくなっていることで誰かにやられている。ね、頭でイメージはしてるんだけど、体が先に動いてしまっているような感覚になっているというですね、まあ、そういった情報の誤差修正とかがうまくいってないんじゃないかと言われているわけです。さあ、まあそれはね、させられ体験の話ですけど、今度は、じゃあ誰かの動きであるとかを見て、それを模倣するっていうのがですね、まあ、うまくいかないっていうやつですよね。相手の情報をまず視覚的に見て、ね、それと同じような動きをしようとするんですけど、ね、自分のこの感覚っていうところ、同じように動かしてるつもりなんだけど、自分の体の感覚と、また視覚から入ってくる情報と、ね、その誤差修正がうまくいかないわけですから、まあ、練習を重ねればここの修正はうまくいくわけなんですよね。まあ、なので、時間をかければうまくいくんですけど、いきなりやろうとすると結構失敗が多くなってしまうっていうところは、どうしてもここは仕方ないところなんですね。まあ、実際ですね、まあ、東京都ではね、東京都精神病院協会の、ね、スポーツ大会とかってあるわけですけど、あそこにね、参加してくるようなですね、方たちって結構なスポーツマン多いわけですね。
統合失調症の方なんですけど、ね、めちゃめちゃこう速い球を投げる、ね、方とかですね、まあ、ソフトボール大会とかやってた時はね、そういった方のボール取るのにね、僕キャッチャーとかやってましたけど、もう精一杯でしたよ。もう追っかなくてしょうがなかったですもんね。でちゃんとこうね、フライをね、取ることもできますし、まあ、あと何でしょうね、もうちょっと穏やかなゲームでいけば、まあ、ゲートボール穏やかではないけどね、まあ、ゲートボールでね、まあ、どのくらいの強さでね、ボールを叩けばいいのかとあるとかですね、あとは卓球大会ね、患者さん思いません？統合失調症の方ね、卓球はやたらうまいんですよね。まあ、OT 室にね、卓球台が常備されてて、よく練習してるっていうのもあるんですけど、まあ、そういったところからですね、この運動予測っていうのが、かなり練習を重ねてやっとできているっていうところではあるんですけど、まあ、でもね、まあ、そういったこの遅延であるとかノイズであるとかっていうところのですね、まあ、誤差修正が、ね、新しいことをやろうとすればするほど、うまくいかないわけですね。そうなってきたときに、まあ、ご本人たちは結構大変な思いをするというところがあるわけです。さあ、じゃあそこを踏まえてです。ね、そこを踏まえてなんですよ。ね、改めて僕たちは何をしていかなきゃいけないのかっていう話です。統合失調症の患者さんたちは情報処理に弱みがあるというわけですから、まずね、基本的な対応として情報を与えすぎない。いわゆるオーバーフロー。皆さんのスマホでいう処理落ちが起きるわけですね。あと、曖昧な表現をしない。これ意外と大事で、ね、まあ、この辺まで動かしていればいいよ。だと、患者さん迷っちゃうんですね。この辺ってどの辺？で、そのこの辺っていう、すごく曖昧な表現をしても、ね、視覚との運動のフィードバックがうまくいってないわけですから、まあ、ここまで動かしていきましょうか。という形で、ね、手を取って、その位置まで持ってくるであるとかですね。具体的に、ね、曖昧な表現を避けていくというようなことをやっていくとうまくいったりします。であと一貫性のある繰り返しですね。まあ、途中でこう人が変わって、指示の内容が変わったりとかすると混乱してしまいますので、そういうこともしない。でまさに情報処理ですよね。で、階段は小さく小さく、で目標設定はとにかく小さな階段、これをどんどん積み上げていくというやり方が良いわけです。さあというふうにですね、対策というところで挙げましたけど、今日早速ですね、まあ、もし統合失調症の方とですね、まあ、身体リハであるとかですね、プログラムを行っているということであればですね、まあ、現在行っているプログラムをぜひ見直してみてください。で今日これは必ずやっておいてほしいんですけど、でチェックする項目は今の4つですね、情報の量は適切なのか、指示の表現は、曖昧にしていないか、ね、簡単な繰り返しになっているか、目標設定は小さくしているか、まあ、とにかくですね、一貫性のあるね、繰り返しの必要な対応をしていくことで、まあ、最初に冒頭に挙げたようにですね、もうあの先生やだよ、頭いっぱいいっぱいになるんだよ、もうリハビリなんかしないよ、先生が嫌だって言い出した理由っていうのは、この真ん中の頭がいっぱいいっぱいになるっていう話なんですね。で情報処理がうまく行えなくて、情報量が多すぎて頭がパンクするということですから、緊張が強いられる状態になってしまうわけですからね。だったら緊張がない、ね、緊張の少ない状態を意図的に作ってあげることで、統合失調症の方の身体リハもスムーズに行えるようになっていきますので、ぜひここはですね、注意して行ってやっていただきたいなと思います、はい。まあ、今回は統合失調症のリハビリどのようにやっていったらいいのっていう質問もありました。まあ、ですのでそちらのですね、紹介なんかをしていきたいと思います。まあ、できればですね、この最適解というところまでですね、お伝えしたいなとは思うんですが、まあ、あくまでですね、リハビリテーション、ね、医療っていうものはオーダーメイドである、一応最適解とはしておりますけど、具体的なプログラムを作る一歩手前というところまでですね、紹介できると思います。ですので今回のね、動画を見ていただければ、統合失調症の方のリハビリで今皆さんがね、どこで悩んでいるのか、どこで困っているのかっていうのがですね、まあ、大きく4つのポイントに分けてお話をしていくことになりますので、まあ、どれか1つには確実に当てはまると思います。その当てはまった内容からですね、皆さんが提供したいリハビリと、そしてご本人が望んでいる状態と、そこの共通項を一緒に探っていってですね、まあ、そのためのこう最適解を見つける足がかりになっていくと思いますので、まあ、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。質問として、まあ、統合失調症の方へどんなリハビリしたらいいのということでですね、お話をいただいておりましたが、やはりここでですね、皆さんがこう最初に気にしなきゃいけないところっていうのはですね、統合失調症を理解していくというですね、部分になってきます。統合失調症を理解する。
国家試験に、通るところまでの知識はあると思います、少なくとも基本的なところはご存知というところがありますので、その基本的なところから一歩踏み込んだ内容で皆さんに知っておいてほしいところがあります。まあ、それがあればですね、その先を考えていく足がかりになっていくわけですね。まあ、それというのがですね、脳の情報処理に弱みを持っている、まあ、病気であるということですね。まあ、これ大前提ですね。まあ、なので情報が多すぎると、まずパンクしてしまいます。あと共感が難しいというですね、いわゆるこう前頭前野であるとかの、まあ、共感脳と言われるところがですね、まあ、情報処理がうまくいかないことによってですね、ちゃんと働いてないんじゃないかと。さあ、そして自我境界が曖昧、自分と他人というところの境界線が曖昧なんですね。なので、それが影響を及ぼしていて、特別なこう行動をとってしまうというところがあります。さあ、そして時間性に障害がある。これは先週のですね、まあ、4つのポイントのところとかでも紹介したと思うんですけど、ね、リズムに乗れない、模倣ができない、ね、そういったところがあるわけなんですけど、そういったね、時間性にも障害を持っていらっしゃいます。この辺がね、脳の機能の部分なんですね。で、まあ、それによってですね、特別な行動、ね、行動の特性というものが現れてきているんですね。まあ、例えば、それぞれでいけば、まあ、情報を多く与えると、パンクしてしまう、ね、オーバーフローと言われるような状態ですね。情報過多の状態です。さあ、そして、世間の常識で行動できない。これはですね、まあ、いろんな要素が絡み合っていて起きていることでもあるんですけど、世間の常識っていうものがですね、非常にこう曖昧なものなんですね。ただこれっていうのは、まあ子供の時にですね、まあ、自分がいて親がいてであるとかですね、自分がいて兄弟がいてとか、近所の友達がいてという中でですね、少しずつ作っていく部分はあるんですけど、まあ、なかなかそこの情報処理がですね、まあ最初の段階でうまく、ね、整わなかったというところからですね、どんどんその世間の常識という曖昧なものの中で生きていくっていうのがですね、すごく苦手になっていってしまうんですね。まあ、なので世間の常識で行動できないというのがですね、大人になっていけばいくほどですね、ズレが生じてきているというのがあります。あと秘密が持てない、これ先ほどの自我境界が曖昧というところから来ています。自分に対して何か言われたこととかを、まあ、被害的に取ってしまったりであるとかですね、まあ、秘密というかですね、まあ、これは秘密にしておかなきゃいけないことであってもですね、その境界線がないために、自分のこう本来なら表立って言ってはちょっとこうはばかられるようなことですね、まあ、先ほどの常識的な行動ができないというところとも関連してくるわけですけど、ベラベラと喋っちゃうとか、逆にこう誰かが言っていたことっていうものが自分のことであるかのように思ってしまうとかですね、いろんな部分が出てきます。さあ、あと時間性の障害のところで一番こうね、皆さんがまあ心象系、いわゆる精神系、どちらにもこう関わらず、一番気になるところだと思います。同じ失敗を繰り返すというものがあります。過去に同じような体験をしたから、まあ、そこから学んでいても懲りてるんじゃないかと思ってもですね、懲りないんですね。なぜなら、その過去の体験と今回の体験は違うという形で情報が分断されているからなんですね。過去に体験したことから学んで、現在のまだこれから起きるであろうことを予測したりとかですね、まあ、今起きていることと過去の状況とですね、共通項を見つけるとかっていうことが難しいわけですね。まあ、なので、どうしても同じ失敗を繰り返してしまいます。よくこれに対してですね、記憶力悪いんじゃないのっていうことを言う人いるんですけど、それ完全な勘違いです。リハ直でそんなこと言っちゃう人いたら、ちょっとまずいです。これもともと脳の情報処理がうまくいかない。ね、それを記憶力と、それをね、記憶力と即座に絡みつけてしまうのは非常にこう統合失調症の方の場合は問題ありです。で、なぜならそもそもがその過去の情報はもう持ってるんですよ。記憶自体はちゃんとしてるんですね。ですけど、その過去の情報と現在とを統合させる、ね、自分の中で統合させて、そして外の状況に対してさらに統合させる、で、内的統合と外的統合がうまくいかないわけですからね。でそれも完全に情報処理の問題ですので、記憶力のあるなしっていうね、簡単な話ではないっていうことなんですね。それらを踏まえてどのように対策していきましょうか。
まあ、対策というかね、どのようにリハビリを組み立てていきましょうかという話になるんですけど、まあ、ここからね、さらにちょっとこう抽象的になってしまうところがあるのはね、申し訳ないんですが、まず基本的な姿勢、ここはですね、本人のペースを守るっていうのはですね、忘れてはいけないことです。まあ、それ自体がですね、精神の破綻を防ぐことにつながってきます。で、本人は様々なこうね、情報処理に、まあ、問題を抱えてらっしゃるわけですね。そしてそれはですね、まあ、いわゆるこう、本人自身も悩んでたりするんですよ。で、本当ならこうしたいのにっていう思いがあるのに、それがうまくね、処理することができない。脳の情報処理に弱みがあるためにうまくいかないことがあって、それが元になってですね、いわゆるこう今のペースが崩れてしまって精神の破綻、まあ、いわゆるこう再燃という状態ですね、もう一回入院しなきゃいけないようなですね、かなりこう状況がまずいことになっていくというところにつながりますので、あくまで本人のペースを守るという基本姿勢は崩してはいけません。それを踏まえて、先ほどのですね、まあ、4つのポイントから見ていくと、まず情報を与えすぎない。これもうここまでの動画の中でも、ね、以前と前々回とかもそうですけど、繰り返し言ってることですけど、とにかく情報をたくさん与えすぎるのがまずいです。で、特にこう心象の現場でね、一般の方と同じペースでやってしまうと意外と情報が多すぎる。これは繰り返しお伝えしていることです。そのくらいにですね、情報が多いと患者さんはパンクします。まあ、なので、指示は簡潔に。そして、具体的な表現で行うこと。曖昧な表現を入れない。曖昧な表現を入れるっていうことは、ご本人が自分で決断しなきゃいけなくなったりとかですね、そもそもその情報処理がうまくいかないわけですから、で、先ほど言ったように、情報を内的統合するにも外的統合するにもですね、表現が曖昧で判断を要する、まあ、そういったところではですね、行動をしないというようなね、もう分からないから行動できないというようなことになりかねませんので、まあ、そこからね、さらに自分自身で追い詰めていくと精神が破綻することにつながっていきますので、なるべく指示はというより、なるべくじゃないですね、指示は簡潔に、さらに具体的な表現で行うというところを気にしてやってください。さあ、そしてですね、次、常識、ね、常識とは何かを学ぶ。これ非常に難しいと思います。で、本人はですね、世間の常識というものに悩んでます。本当のところは普通に話したいそうです。でも、その普通に話すっていう普通って何？っていうふうに考えてしまうわけですね。まあ、そもそもね、その他人と自分の境目であるとか距離感というところをですね、まあ、保つ。持とうとするっていうのが難しい方たちなんですね。極端にこう近すぎて、踏み込みすぎてしまう、あるいは極端に離れすぎてしまうためにですね、非常にこう距離感を取るのがですね、まあ、心理的な距離ですねを取るのが非常に難しいです。まあ、そのくらいにですね、その常識っていうところであるとか、なんというんですかね、自分の中で持っているその自分というものと、まあ、他人がたくさんいる中で生活していて、で、その他人と自分っていうものの境界があるからこそ、その中心にですね、いわゆる常識と言われる暗黙の了解のようなものが共通認識になっているから、いわゆるこう常識的な生活であるとか社会生活が営めるんですけど、その部分がうまく働かないわけですね。で、自分と他人との境界が曖昧で離れすぎたり近すぎたりするわけですから、で、本来常識と言われるところに踏み込みすぎてしまって、それ非常識ってなったりであるとかですね、関わらなすぎて、ね、あの人何考えてるのかわからないとかですね、そういう距離感になってしまうことがあるわけですね。まあ、なのでね、ここは非常にこう難しいですし、この両分になってくると、そうですね、PT さんとか ST さんではなく OT さんであるとか精神保健福祉さんなど、あとそうですね、現場のナースさんたちと一緒にやっていく部分になるんですけど、 SST などでのロールプレイを重ねていくっていうところがですね、まあ、じゃあ常識とは何なのか、そして本人の悩んでいる常識的なこう行動っていうものは何なのかというところをですね、一個一個すり合わせていくしかないです。
さあ、そして次ですね。先ほどの時間性の障害の部分です。同じ失敗を繰り返さない枠を一緒に見つけていく。まあ、これが鍵になっていくと思います。まず先ほども言ったように過去の体験を生かすことができない方です。そして先ほど言った通りこれも記憶の問題ではない。さあ、そうなってくると応用問題が苦手なわけですね。ね、過去の体験から今の目の前で起きている現状とつなげていく。ね、外的統合をするのが苦手なわけですね。さあ、そして抽象力が低い。ね、抽象的な情報をまとめ上げて、今の具体的な行動につなげていくっていうですね、そういう情報処理がうまく働かない方たちです。まあ、なので、具体的な指示で行う。ね、これも本当にもう繰り返していて何と言うんだっていうくらい聞いてると思いますけど、具体的な指示で行ってください。そして、同じ指示でも繰り返し伝えてください。ね、具体的、そして繰り返し。まあ、ここが鍵になります。じゃあ、それらを踏まえて、どのようなリハビリテーションを、ね、組み立てていこうかといえばですね、一定の枠のある、ね、緊張や破綻の起きない内容を提供する。というのがですね、まあ、大きな枠の部分になってきます。まあ、これを踏まえた上で、じゃあ具体的にどんなポイントに注意していくのかといえばですね、まず環境設定ですね。その人が緊張しない、環境づくり。これ周辺の人たち、ね、他の同僚の人たちとも協力してやっていく必要があります。特に PT さんであるとかですね、なんでしょう。心象の、その、いわゆるリハ室とかでやろうとするときにですね、ガヤガヤしすぎていると、そのガヤガヤしている、まあ、他人のこう、喋り話、何でしょう、お喋りとかがですね、雑音として、普通の人はこう、カクテルパーティー効果といってね、対面している人同士で喋っている情報だけに集中できるんですけど、統合失調症の方たちはそういう、他の雑音の情報まで全て拾ってしまうので、環境調整大事です。さあ、そしてグループを吟味。これはまあそうですね、先ほどの SST とかそうですけど、一緒に行う場所を共有する、人たちを吟味する。まあ環境設定のうちといえばそうですけど、ね、必ずしもその同じ目的に向かって行うグループじゃなくてもいいんですけど、同じ場所で同じことをするにあたってもですね、いわゆるお互いが緊張しない距離感を保てる人たちで、その場所を固めると。いうようなやり方もありなわけですね。さあ、そして内容の具体性。もうやることが明確に決まっている。そして、その手順も明確で、そこの枠から外れた時にも、どのような対応をしたらいいのか。というのもですね、ほぼほぼこうルールを決めておく。というようなやり方があります。この辺の細かいところとかはですね、僕が好きなのは作業の科学というですね、まあそういった本とかあるわけですけど、その辺でですね、まあ具体的なその内容なんかもですね、紹介されてますね。さあ、そして、まあそこまでいったらですね、あとは本人のペースを守りながら目的を果たせる具体的なそのやることというものをですね、設定していく段階に入っていくということになるわけですね。さあ、ということでですね、ここまででございます。患者さん個人個人で、オーダーメイドをしていくというのがですね、このリハビリの基本にもなってきますし、統合失調症の方だと特にそれが、まあ、顕著になってくるわけですね。一人一人のその持っていらっしゃる病態も全く違うわけですし、目指したいところによってもですね、まあ、変わってきます。ただその大前提として、精神の破綻をきたさない、本人のペースが守れる、緊張しない、そんな内容、場所をあとグループですね。そこを保ちながらやれることという形でですね、組み立てていく必要がありますので、大前提としてご本人が破綻をきたさない、ペースの中でやっていく。これ忘れずにやっていってほしいと思います。さあ、ということでですね、今回は統合失調症のリハビリ、その最適解になるヒントは、皆さんのですね、手元にお届けできていれば嬉しく思います。まあ、今回の内容とかもうちょっと詳しく知りたいという方のためにですね、解説欄のところに、統合失調症の病態理解をするためのですね、LINE の無料セミナー、まあ、こちらのリンクを置いておりますし、あとは前回の動画のリンクなんかも置きましたので、合わせてチェックしてみてください。さあ、ということで本日も素敵な臨床日和です。元気にいってらっしゃい。
24時間中 14.4 分素敵な 1% を共有する朝活ワン、本日も開始いたします。お話は斉藤誠でございます。昨日皆さん、ね、プラダを着た悪魔見ましたね。すごい僕大好きなんですよね、あの映画。まあ、今日は、まあ、物語性の話をね、する、まあ、土曜日でもあるわけなんですけど、プラダを着た悪魔っていうのはですね、あれは非常にこう女性性の現れた物語なんですね。ジャンプ的なヒーローズジャーニーとは全然違う、もう女性が大人の女性になっていく成長物語っていうのがですね、非常に表現されててね、僕大好きなんですね。まあ、なんですが、まあ、それをね、見ていたときに、まあ、同時に思ったのはですね、統合失調症の方のですね、物語に対する、まあ、反応の仕方というかですね、まあ、そういったところがまた気になりました。というのもですね、一緒に映画見てると、すごくね、こう、辛そうなんですね。人によってはもう寝てしまっていたりとかですね、あとは感想それ自体がですね、まあ、昨日のプラダを見て、来た悪魔で言えばですね、なんか綺麗な服がたくさん出てたよね。女優さん綺麗だったよね。海外の街ってあんな感じなんだね。まあ、確かに感想といえば感想なんですけど、今僕がここ好きなんだよねって言ったようにですね、女性の成長していく、主人公がね、こう成長していく過程であるとかね、そういったところに言及されることはなくですね、なんか見たままの部分だけでお話が進んだりとかですね、あまりこう、ね、なんか、まあ、深く見てるわけじゃないんだなとかね、なんか寝てたのかなとかってね、すぐこう判断しちゃいがちなですね、反応してくるんですけど、でも実はそこはね、そうではないんですね。まあ、それ以外にもですね、患者さんも、映画見るのちょっと辛いから作業をしたいですって言ってですね、まあ、どちらかといえば、ね、まあ、1週間頑張ったから土曜日の午後くらいはなんかね、映画でも見てゆっくりしてみたらっていうのでね、結構土曜日の午後の時間とかにですね、映画の時間とかを入れたりとかね、してたんですけど、でも意外とこれがね、患者さん苦手だったっていうことにね、後々気づいていったっていうところがあります。ね、映画見るより作業したいそうです。そうなんだって当時は思いましたけど、まあ、いろいろ調べていけば納得でしたね。まあ、そもそもね、まあ、情報処理に弱みがあるっていうのは前々から言ってるところですけど、まあ、これがやっぱり大きく影響してるわけですよ。まあ、さっきも言ったようにね、物語の全体をこう捉えるのが非常にこう苦手だっていうことと、まあ、それってね、まあ、自分の人生の物語にも同じことが起きちゃってるところがあるんですよね。まあ、今回はですね、まあ、その辺の内容とかをですね、いろいろとこう紹介していけたらいいなと思います。まあ、これをですね、見ていけばですね、多分こう、なんでこう、患者さん同じ失敗繰り返しちゃうのかな、であるとか、なんか、主語が抜けて喋ってくるんで、こう、他人とのこう境界線が曖昧になっていることに気がつくと思うんですけど、なんでそういう行動しちゃうんだろうっていうところでですね、まあ、そこに対してのこう、対応法というかですね、まあ、こうすればもしかしたらいいんじゃないかもしれないっていうことが見つかるかと思いますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければ嬉しく思います。ここはね、どちらかといえばセラピスト側の姿勢の部分ですね。患者さんって情報処理に弱みはあるんですけど、記憶が障害されているわけではないんですね。実際記憶はちゃんと保たれてますし、一つ一つを細かく聞いていくと、細かいことをね、いろいろとこう教えてくれたりはするんですけど、記憶に関してはこう保持はされてるけど、記憶を意味ある関連付けをしていくことが非常に苦手なんですね。まあ、以前のこうストーリーとナラティブの話をした時にもですね、その情報に対して意味ある、関連付けをしていくっていう過程が、ただの情報をストーリーにしていって、プロットにしていって、さらに対話が加わってこうリアルタイムに進んでいくとナラティブになるっていうような過程があるわけですけど、それができないわけですね。意味ある関連付けがうまくいかないという状況です。まあ、なので、ね、突飛なつながりをしてみたりであるとか、過去の体験が応用できないっていう行動の特性が出てきてしまうわけですね。あともう一つはですね、ここすごくね、まあ、今日こう8時超えてしまう時間までね、いろいろまとめているところで悩んでしまったっていうのはね、この常識っていうところをね、入れるか入れないかっていうところだったんですね。実はこのね、情報、あ、失礼、常識という、
基盤の弱さっていうところがご本人さんたちにはあるんですね。これね、ちょっとしたことなんです。僕もね、どう説明してみたらいいのかっていうところがね、非常に難しいです。本当にちょっとしたことなんです。人間の日常生活の中で気づかれずに機能していることというふうにですね、文献とかでは表現されてたりしました。もう分かんないですよね。これはね、こう子供の時であるとか、幼児期の体験とかも影響しているところもあるんですけど、ただ統合失調症の方の場合は最初からそこの部分が障害されているんじゃないかと。で、統合失調症って、遺伝はしないとは言われてるんですけど、情報処理の部分に対しての遺伝子の弱みっていうところあるんじゃないかというふうに考えられている部分もあります。なのでね、情報処理に対してのこう、遺伝的な弱みがある中で、その中でね、その、遺伝子の部分はですね、どうにかこう、他の能力でカバーしていくことはできるわけなんですけど、ただそれでもですね、その弱みが破綻してしまった場合、統合失調症という形でですね、病気として表に出てきてしまったというような過程もあるわけで、ここがね、すごい難しいなと思ったんですね。で、このちょっとしたこと、しかもね、人間の日常生活の中で気がつかれずにこう機能している部分なわけですから、このね、基盤が欠如してるっていうこと、それ自体にもですね、ご本人じゃないとわからないんですね。ご本人が、いわゆる僕たち、こう、健常人というかですね、関わっている他の人と言った方がいいかもしれませんけど、そういった人と関わっている中で、自分が圧倒的にこう、欠けてるんじゃないか。っていう風にね、感じてしまうところがたくさんあるわけですね。誰にでも備わっていることなんですけど、本人たちにしてみたら、そのちょっとしたことがわからないんですよ。当たり前じゃんって言われれば言われるほどに困ってしまうんですね。特にこうね、社会的にとか、社会じゃないですね、ちょっと広げすぎました、世間的に。もう自分と相手とかですね、自分とちょっとしたコミュニティとか、その中で常識になっていることっていうのが、全然通用しないっていう形ですね。なんでしょうね。都会の人がいきなり田舎に行って田舎の常識に困ってしまうとか、あとは、なんでしょうね。海外旅行に行って、日本では OK だったことが海外でダメで戸惑ったとかですね。そういう体験をしたことある人だったらピンとくると思います。それが日常的に起こってるんですね。だからこうね、なんかもうルールが曖昧すぎてわからないんだ。で、多義的っていう言葉ありますけど、一つの言葉について、複数の意味を持つことですね。多義的なものほどこう困ってしまうっていうんですね。もうルールがなくてわけわからないっていうふうに言ってきます。だからどうしてもね、そういったこう多義的な意味が複数あるようなですね、さっき映画からこの話題に広がっていたわけですけど、映画を見てると、他人の人生、他人と自分との境界線も曖昧になってくるわけですけど、その他人の人生のあらすじ、プロットの部分ですよね。一本の人生の中で、こう、なんでしょう。ハムをスライスにして、真ん中からこうハムを何枚か、取り出して、それをね、合わせたようなものなんですよね。映画とか小説とか物語ってね。だからこうね、その時間軸がバラバラであったとしても、それをピックアップしてまとめて自分で統合してこうね、筋道をこう把握するっていうことが本来ならできるんですけど、その筋道を、辿るためのですね、基本的なところが自分にはないというふうに感じてらっしゃるんですね。もちろん感じている通り、その基盤の部分がですね、どうしてもこう障害されてしまっているというふうにね、考えられているわけです。だからですね、こう自分とは違う他人と同じ世界を共有するという部分がですね、人間はそもそもこう、コミュニティを形成する生き物なわけで、その部分を本来なら機能として持って生まれてくるんですけど、それが障害されて生まれてきてしまっているので、そもそもというところでですね、結構大きな、問題を抱えながらですね、生まれてきてしまっているというところがあるわけです。どんなリハビリをしていくことができるんだろうか
というふうに考えていくとですね、やっぱりちょっとね、悩ましいところは多いわけですね。まあ、なので、ちょっとこう、絞ってお話をさせてもらうと、まあ、今回はね、服薬指導っていうのがね、統合失調症の方だとよく出てくる話題だと思いますので、服薬指導を、まあ、例にざっとお話しさせてもらいますけど、まず前提としてですね、まあ、結構こう、患者さんにね、ドライな対応をされてしまうことってあると思うんですけど、まあ、そこで、まあ、もう療法士は必要ないみたいなね、そんなすごい変な距離感で対応されることはあると思うんですけど、そんなことはないわけですね。実際、支援する内容、必要性、役割っていうものの大きさっていうのはですね、非常に大きいわけですよ。まあ、そうなってくると、ここでね、僕たちというか、作業療法士がね、よく、使う手というかですね、まあ、ロールで考えるというようなことをします。ロール、つまり役割ですね。ロールプレイとかね、まあ、そっか、皆さん、よく RPG とかね、ゲームされる方だとわかりますかね、RPG。あれの R と P の部分ですね。ロールプレイ。まあ、これ治療とかでもよく使うわけですね。役割をね、振って、その役割になりきって、まあ、心理劇であるとかですね。まあ、その疑似的な場面の対応法を学んでいくようなことをよくやるわけですけど、まあ、そのロール、役割というものの中でですね、この服薬というところで見ていくと、まあ、服薬に限ったところではないんですけどね。患者さんにとって、僕たち療法士、あるいは医療人、ドクター、そういったものを見ている視点っていうところのね、ロールを見ていくとですね、まあ、最初は生産者のように感じるところがあるそうですね。服薬のね、対薬してみたりとか失敗したりとかすると、突然起こり出す存在。でもそうじゃないというふうにですね、救済者として見ていってくれる過程もあるわけですね。で最終的に、一番いいのはこの共同者、ね。助けてくれる人から一緒にこう自分の生活を作っていく人という形でですね、まあ、その役割がどんどん変わっていったりであるとか、スタッフの中で役割分担をしておくっていうことをですね、作業療法士はよくやります。本来ならね、一人の人がこうやってこう変わっていってっていうところとかを一緒に共有できたりとかすればね、またいいんでしょうけど、まあ、そこはね、どちらかといえばドクターの役割になってくる部分があるかもしれないです。僕たちの場合はもうちょっと日常的にですね、まあよく、なんでしょう、一緒に同じバスに乗る人とかですね、バス停でよく一緒に並んでる人とかですね、自分の兄貴的な役割とかですね、まあ、もうちょっとこうね、具体的な役割を振ったりとかするんですけど、まあ、そういった中で、まあ、服薬指導というところではこういうようなですね、まあ、影の意味っていうところと、まあ、ご本人がこちらを見てる視点っていうものも出てくるわけですね。さあ、この辺があることを踏まえて、じゃあ患者さんたちはね、服薬指導を受けるタイミングってどういうタイミングが多いのかってことなんですね。まあ、結構ね、この服薬の拒否とかね、怠薬っていうことをされてしまうんですけど、実はこれね、まあ、怒り出しちゃうスタッフもいるんですけど、まあ、それはその人の役目としてですね、その人にお任せして、まあ、僕たちはですね、できればこういう風に考えてほしいわけですね。チャンスなんですね。まあ、何がチャンスなのかっていうと、本来ね、患者さんって最初は受け身的に薬を飲んでいたりするわけですね。まあ、出されたから飲むみたいな。でも、この服薬とか対薬を始めるタイミングっていうのは、その薬に対して疑問であるとか、その意味っていうものをですね、改めてこう自分で考えるようになったタイミングでもあるわけですね。だから服薬に対する疑念が湧いてきてるわけです。やっぱりこれチャンスですよね。ただただ受け身的に飲んでいると、まあ、次にね、まあ、確かにこの対薬であるとかっていうことに、まあ、繋がっていくんでね、一見こう、まあ、そのまま受け身的に飲んでくれればいいのにっていうところを思う人もいるんですけど、ただこのね、服薬に対する疑念が湧いたっていうことは、その薬に対して学ぼうとする姿勢が出てきているとも言えるわけですね。まあ、なのでここでね、ちゃんとこう新たな知識として、服薬に対するこう、正しい知識を提供していくっていうところが僕たちの役目になってきますし、同時にね、
その新しい知識が入ったとしても、ね、ご本人たちの特性として、まあ、過去の情報と今の情報をつなげることっていうのがまず難しいわけですから、その新しい情報と過去の情報をつなげるっていうことをですね、補助していくのも僕たちの役目になってきます。まあ、さらに加えれば、それを繰り返し繰り返し言える、立場にいるかどうかってことですね。ね、これは制裁者とか救済者ではできないことなんですね。共同者だからできることなんです。ね、リハビリを提供する人間っていうのは、基本的にはその人の健康で幸福な人生を支援する、そういう立場ですよね。まあ、そうなってきたら、救いを提供するわけじゃないんですね。その人が自分で作っていくのを支援するわけですから、共同者としての役割としても、僕たちの役目はこの新しい知識の提供、新しい知識と過去の体験を関連させる補助、そしてそれを繰り返し指導していくって、指導、まあ、そうだな。統合失調症の場合は指導ですね。繰り返しお伝えしていくということが必要になってくるわけです。まあ、そうなってくるとですね、まあ、納得しての服薬ということができるようになってきますので、患者さんのですね、まあ、段階というものがあるわけですね。患者さんの段階というところでも納得して服薬できるようになった方っていうのは、患者さんが患者さんを、まあ、指導あるいは牽引する役目を、持つことができますので、まあ、そういったところでですね、本人のこの中にあるですね、まあ、何かこう自分の中の自我の不安定さであるとかっていうところもですね、支援していくきっかけにもなっていきますので、まあ、納得しての服薬っていうところまでですね、こう段階を上げていくことができれば、患者さんとしてのその立場、レベルというところもですね、上がってくるというところがあります。患者さんとその治療者、患者さんと患者さんとの関係性という中でですね、いろいろと表現されてたりもしますので、ぜひ参考にしてみるといいと思います。ということでですね、いろいろとお話ししてきましたけど、今日はですね、ぜひこれを気にしながらやっていただきたいと思います。いろんなお話ししちゃっただけにですね、どんなリハビリしようかと、いろいろこう想像力を膨らませているところだと思うんですけど、まずはですね、日常生活の常識というところをね、意識するところから始めてみてください。統合失調症の方って、この何気なくできていること、普通の人が何気なくできていることっていうものに対してすごくプレッシャーを感じてます。このプレッシャーが患者さんのこう自我の破綻であるとか、自分の存在価値をね、すごく矮小なもの、小さなもの、っていう風にですね、感じさせてしまうそうです。まあ、なのでね、そういったことを思わせないっていうためにもですね、今自分が行っていることの常識っていうものがですね、まあ常識ではあるんですけど、その何気なくしているだけに、患者さんをこう傷つけている場合ということもありますので、まあ、そこに気がついていけるといいんじゃないかなと考えております。さあ、ということでね、まあ、早速なんですが、まあ今日はですね、まあよく聞くちゃんとこう勉強してる、ちゃんとっていう言い方はあれだけどね、まあ、勉強してる方とかだとですね、聞いたことあると思うんですが、まあ肝主観的世界というやつの喪失がですね、統合失調症の患者さんの中には起きている場合があります。まあ今はね、まあ思い方っていうと変ですけどね、まあ少なくなってきてるとも言われてますし、なんでしょうね、こうそこまでこう妄想であるとか幻聴であるとかというところにね、振り回されている方が少ないとも言われてますね。まあ、昔に比べてね、減ってきてるとは言われてますけど、まあそれでもですね、まあちょっとしたところでこう話が噛み合わないであるとかですね、TPO をわきまえない行動をとっているであるとかですね、まあ、やっぱり日常生活、特に、まあ会社であるとか、まあ、まあ地域のコミュニティであるとかですね、そういったところでこう不具合が生まれてしまっていることがあるわけですね。まあ、それをですね、今回はエピソードを交えてですね、少し紹介していきたいと思います。ということで、早速いってみましょう。今日登場するのはですね、新人作業療法士の T です。統合失調症の患者さん、Y さんの担当になったんですね。で、Y さんはですね、T に対して、まあ、いつも明るくて礼儀正しい態度をしていました。まあ、だからですね、まあ、T 療法士はですね、Y さんは
まあ、社会復帰して、再びですね、地元のコミュニティに参加できるんじゃないかというふうにですね、まあ、多少漠然と、でも、こう、新人らしい自信と、ね、いうところ、自信というかね、うん、まあ、そういったものを持っていたわけですね。で、まあ、ある日、ね、T が地元の公園で行われる地域のバーベキューパーティーというですね、まあ、よくある夏祭りのですね、イベントのようなものですね。まあ、今時期だとね、七夕会とかですね、そういったものとかありますよね。まあ、そういったものにね、参加して、見たらどうだろうということでですね、まあ、練習も兼ねて Y さんを連れていくことにしたそうですね。で、T はですね、Y さんが人々と交流して、まあ、楽しむことができるんじゃないかと。ね、まあ、一応ね、こう、OT 室の中であるとか、まあ、あの、病棟の中でのですね、まあ、行動というところではですね、まあ、全然こうね、そういった、いわゆる、こうね、礼儀正しくて、ね、明るくて、朗らかに対応してくれるというところからですね、まあ、まあ、問題ないだろうなと。で、ドクターであるとか、周りのナースさんたちもですね、まあ、一度、ね、体験してみるといいかもねという判断でですね、まあ、連れ出すことになったわけですね。まあ、ところがですね、まあ、そのパーティーが始まるとですね、まあ、Y さんの行動はですね、ちょっと予想外のものだったんですね。バーベキューが始まるとですね、Y さんは突然、みんなに対して何かこう、声高に叫び始めたんですね。まあ、その内容はですね、まあ、現場の、ね、そのパーティーの雰囲気とは全く関係ないですね。政治の問題であったりとかですね、まあ、天気予報の話であるとかですね、まあ、こうね、いわゆるこう思ったことであるとかね、その時にこう感じたこととかがですね、もう本流のようにですね、ボロ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 口からこぼれ落ちるようにですね、まあ、それをね、まあ、叫び続けたわけですね。まあ、当然ですけどね、周りの人たちはですね、まあ、驚いて戸惑ってですね、まあ、いや、ちょっとこの人ないわみたいな感じでですね、少しこう遠ざかっていくわけですよね。まあ、T は混乱するわけですよ。ね、T 療法士はそれは混乱しますよね。まあ、新人さんですし、まあ、あのドクターたちからもですね、お墨付きをもらったと思っていたわけですからね。でも Y さんと一緒にいるとき、まあまあでもというかですね、これまで Y さんとね一緒にいるとき本当に彼はね落ち着いていて、まあ、ちゃんとこうね、物事も理解して。まあ、その場で、ね、適切な行動をとっているように見えたわけですね。ただこの日ね、T は Y さんがいわゆるこう感主観的世界、まあ、つまりですね、共有する常識というものをですね、失っていることに気がつくわけですね。まあ、Y さんはですね、自分と他人が共有する、まあ、世界の感覚というものが、まあ、薄れているというものが、まあ、まあ、改めて分かったわけですね。まあね、入院が長くなってたりとかするとですね、まあそういったこう、症状として現れている部分って、まあ意外とそのね、毎日の日々の同じこう、生活の繰り返しの中で隠れてしまう場合があるんですよね。まあそうなってきたときにですね、これまでとは違う人であるとか、まあイベントに参加するっていうところでですね、全くこう違う、場面に放り込まれるという意味でもですね、まあ、かなりね、まあ、その人にとってはですね、ストレスフルな状況だったかもしれないわけですよね。まあ、その中でですね、やはりこう、その場の雰囲気であるとか、まあ、他のね、周囲の人たちが期待する、ね、あの、バーベキューの中での、ね、ワイワイガヤガヤはしているんだけど、その、まあ、なんというのかね、こう楽しむためのね、やり取りっていうところをね、周りの人たちは期待しているわけですけど、まあ、そこに合わせたですね、適切な行動っていうものを、ね、選択して、取るというところがですね、難しい状態だっていうのがね、改めて分かってしまったわけですね。と、まあまあね、今回のエピソードはですね、まあ、僕たち作業療法士がですね、統合失調症の患者さんのですね、いわゆるこう、感主観的世界。ね、この、ね、自分がいて、そして他人がいて、で、それぞれにね、個別の意識や価値観を持っているよね、と。で、その中でですね、同じものを見て、同じ
で世界を共有しているよねっていうのがね、観主観的世界という理解で、いていれいただけるといいです。まあ、だからこそね、常識であって、このね、現実世界、共同世界そのもののことをですね、観主観的世界っていうわけなんですね。まあなんですけど、ね、その概念をね、理解できてない、そもそも喪失してしまっている患者さんがいるんだ、ということをね、まあ、理解する、一助になっていたらいいなと思ってですね、このエピソードを作った次第でございます。まあ実際ね、こう患者さんがね、自分自身のね、現実をどのように、まあ、経験しているのか、ね、どのように見て、どのように経験しているのか、で、共同体の中とかでですね、どのようにこう、行動するのかっていうことをですね、まあ、なんていうのかな、知る。まあ、そして、そうね。まあ、予想っていうのはなかなかね、難しいところはあるんですけど、まあ、こういうこともあり得るよね、というところでですね。まあ、新人の OT さんにとってはですね、全くこう、そう、実習でしかね、まあ、見学したことないような状況からですね、突然そんなことってこともあると思いますんでね。まあ、新しい視点がね、得られたらいいなと思った次第です。正直ね、統合失調症の患者さんのね、日常生活の中で直面する困難さっていうのはですね、ほんとこう、なんていうのかな、こう、思いもつかないというかですね、想像もつかない状況であるっていうことはね、僕たち OT は理解しなきゃいけないんだろうなというところはね、常に、感じているところです。実際こう対応するためにね、必要な知識とかっていうのは、まあ勉強すればできるんですけど、ただそこでね、その時どうこう感じるのかっていう感受性の部分っていうのはね、本当そういったいろんなこう場面にを経験するであるとか、まあ、今回のようなね、エピソードをね、ただのこうエピソードとして、ね、エンタメ、消費するエンタメのようなね、ああ、ふん、そうなんだで流してしまうんではなくですね、ね、なんでそんな行動をとってしまうのか、ね、そしてその陰に隠れていることって一体何なのかっていうことでですね、まあ、なるべくそういったエピソードと学校とかでですね、まあ、勉強した、あと実習中にね、バイザーとかから教えてもらったキーワードとかがね、つながるような形でね、まあ、紹介できたらいいなと思った次第です。まあ、実際今回ね、新人療法士の T さん、ね、彼が学んだようにですね、統合失調症の患者さんがね、自分のこう行動っていうものがね、周囲の常識から逸脱してるっていうことをね、必ずしもこう自覚してるわけじゃないんですよね。まあ、なのでね、こう OT としてはですね、患者さんがこう自分の行動をまあ理解する機会っていうものはね、まあ、持っていった方がいいと思いますし、まあ、社会の中でね、うまく対応できるように支援するにはね、まあ、どうしていったらいいのかっていうところでですね、まあ、常にこう悩み続けることになるんじゃないかなと思います。まあ、前回ね、コーピングスキル、まあ、丸1週間前はね、うつ病の方のためのコーピングスキルっていう形でね、具体的なやり方の部分までね、まあ、言及するような形でお話はしましたけど、まあ、今回で言えばですね、本当にこう、なんだろう、患者さんが取った行動に慌てふためくっていうね、そういうエピソードになってしまったところがあるわけですけど、で皆さんだったらね、どのように行動したら、するべきだったのかっていうところ、あとはね、まあ、この方にどんなね、OT を提供するといいのか。みたいなね、そういったところをですね、ぜひこう考える機会にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、根っことしてはですね、まあ、OT としてはですね、患者さんのその世界観、患者さんが見ている世界観ですよね。っていうものを尊重しながらですね、他の人とのね、関係性を築くためのね、まあ、いわゆるコーピングスキルですよね。まあ、対処技能っていうものをね、患者さんに提供することが中心になると思いますので、そうですね。まあ、僕としては方向性としてはやっぱりロールプレイを通じた、まあ、こういったエピソードを、まあ準備してですね、その状況に合わせた、ね、行動であるとか、その時に、ね、どんなこう気持ちになったのかとかですね、まあ、そういったことをね、少しずつこうお互いに理解していく。で
いわゆるこう常識として求められることで、その場で取るべき行動っていったものは一体何だったのかっていう部分をね、強化していけるといいんじゃないかなと思った次第です。まあ、ぜひね、答えのような話を今しちゃいましたけど、皆さんもですね、じゃあ具体的にやるとしたらどうしたらいいんだろうかね、まあ、ぜひ考え続けていただけたらいいんじゃないかなと思った次第でございます。さあ、ということでですね、今回は統合失調症と常識の壁ということでですね、作業療法士が理解するべき世界観って一体何なんだろうというお話をしてきました。ぜひですね、皆さんコメント欄、チャット欄とかでですね、ご意見、考えた、アクティビティ、プログラム、いろんなことあると思うんでね、共有していただければ嬉しく思います。さあ、コメントいただいてますね。ようちゃんさん、おはようございます。はい、難しいですよね、と感じます。そうですね。はい。僕らが知識として持っているのは対応方法であって、その方の側のことではないんですもんね。いや、そうですね。本当こうね、やろうとしたら、じゃあね、本当にさっき言ったみたいにロールプレイのシナリオを作って、こういう時はこういう行動を取った方がいいんだよ、こういう行動を取った方がいいんだよ、みたいなね。まあそういったことをね、社会に合わせる訓練としてですね、やっていくってことにはなるんでしょうからね。本当にこう、その人の中で、おそらくなんですけど、その感主観的世界の喪失って、まあ、脳の機能の一部が不具合を起こしているから、まあ、わかんなくなってる部分でもあると思うんですよ。ね、自分がいて、相手がいて、そのね、お互いに認識し合ってる、ものが世界、ね、共同世界である。ね、現実の世界だよねっていうね、この感覚自体も、常識、というかね、普通に生活してきて、こういったことに疑問を抱かないでいた方にしてみれば、同じもん見てんだから、それが常識だよね。いや、常識って言われても、それ常識じゃん、みたいな、ね。じゃあ常識って一体何なんだっていうようなところをね、深く突っ込んで考える機会とかですね、その人にとって、やっぱりね、理解不能な、統合失調症の方にとって、その常識っていうもの自体がですね、理解の及ばない世界としてですね、見えてる方もやっぱり中にはいるわけですよね。で、なんだかこう、もやっとするけど、こう、ね、そのもやっとしたものをそのまま出すと、周りから怒られるから、ね、本当は違うと思ってるんだけど、とりあえずみんなの前ではこう行動しておこうというですね、その人がこれまで、生活の中で、体得してきた、生存戦略としてですね、ね、対処技能を持っている人たちはね、やっぱり多いと思うんですね。だからそれ自体がね、ストレスだったりとかすることもあるんで、で、たくさんの人たちがたくさんのこう情報をいっぺんにね、出してくるようなね、そう、そもそも、そのバーベキュー大会にね、連れ出してしまうのが、まあ、早かったのか遅かったのか、それ自体ダメだったんじゃねえの、みたいなこと突っ込まれると、エピソードもあれですけど、まあ、そうだと思うんですよ。いや、まあ、いいんだ。確かにね、グラフィックメディスンの元になる、なんていうの、ナラティブから考える、こう作業療法みたいなことを言うんであれば、そもそも連れ出すのは早かったんじゃねっていうところからね、じゃあどこまで何をしたら、ね、よかったのかみたいなところとかでですね、まあこれ幸いと、じゃあみんなでバーベキューやってみるかみたいなね、練習会をしたらよかったのか、それともね、その時にこうガヤガヤとなった時の状況をね、再現するためにね、なんていうのかな、ね、そこで感じるストレスであるとかっていうものをですね、疑似的にでもね、作っていった方がいいのかみたいなね、まあそういうことにもなってきますからね。まあ、そうね。どうなんでしょうね。都内でってこともないのか、精神科の病院だと大体グラウンドあったりとかね、そういうイベントスペース持ってたりとかしますけどね。都内のこう、いわゆるメンタルクリニック。メンタルクリニックは精神科じゃないからな。作業療法しないこともあるしね。なんて言ったらいいんだろう。
社会復帰訓練をするためのね、まあ、いわゆるこう、作業場のような形のところではなかなか難しいと思うんですけどね。まあ、なんでしょうね。まあ、その場合はそれ以外のね、場面を設定して作ってみるっていうのはありだと思うんですけどね。まあ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 、なかなかこの件はですね、まあこれまで何度か話題に出してるんですけど、やっぱりね、なんとなくね、みんなこう、難しいみたいなんですよ。やっぱり、新人さんたちが。常識がないっていうことなんですかっていうと、いや、常識がなくて教えればどうにかなるんですよねって言われると、そうでもないっていうところになってきますしね。で、まあ、これが元になってまたね、いわゆる患者さんの見ている世界っていうものと、ね、いわゆるこう、妄想世界じゃないけど、患者さんの見ている世界があるわけですよね。で、患者がいて、患者さんの見ている世界があって。でも、ね、いわゆるこう、患者さんが現実で生活している共同世界っていうのは、こっち側にあったりするわけですよね。で、患者さんがいて、共同世界があって、両方士がいるわけですから、妄想世界とは直接つながんないんですよね。で、なってくると、患者さんの言っている、まあ、妄想世界、ね、本人も幻覚とかね、幻聴だっていうのは分かってるし、こんなはずじゃなかったっていう感覚もあるんですけど、ね、それも同時に起きている、自分にとっては現実として見ていることがあるんで、なんていうのかな、こう、妄想とか幻聴、幻覚をね、確信している反面、本当にこんなはずじゃなかったっていうのもあって、さらにその共同世界、両方士の見ている世界、で患者さんも実際に目で見ている世界として、ね、共同世界、いわゆるこの世界ですよで普通の世界があってっていうところでいくと、でその患者さんの、ね、認知している妄想世界っていうお話を共同世界の中にいる、ね、療法士など一般の人たちとお話をしてもそもそも噛み合わないというですね。まあ、だからこそ僕たちはですね、まあ、治療者というような立場で、ね、未知の世界なんだけど、それを理解しようとしなきゃいけないっていうところがね、そうね、精神科作業療法の醍醐味の部分にもなるでしょうしね、難しくて一生悩み続ける部分でもあるんだろうなというふうにも思うところはありますね。これがね、どういう言い方をしてもね、多分ね、なんか伝わってね、いやいやかなっていうことをですね、思う。新人さんが、ごめんね、新人さんにいろいろ手を返し、名を返し説明するんですけど、難しいね。わかんねえ。伝わってんのかはまずわかんない。から、本当にね、主観的世界の説明してる動画ね、もう、5、6本撮ってる気がするんだけどね。はい。まあ、なので、今後も、また、機会があると、撮るし、話すと思うんで、その時また、ご意見ください。まあ、いずれにしても、こういう形で、ね、こういう形でっていうのは、今回のね、今回から始めている、まあ、エピソードですね。まあ、特に、僕が取り扱ってるのがね、精神科作業療法の現場の、エピソードとかを持ってこようとしているところがありますんで、まあ、なんていうのかな。まあ、そのね、理解を助けるエピソードになっていけばいいなと思ってます。基本的には完全に創作物で、やろうとしてますんで、実在の人は存在しないです。さっきの T さんとか、Y さんとかって言いましたけど、あれも、元になったモデルがいるわけじゃないです。はい。いるわけじゃなくて、残念ながら一般的なその症状っていうところから作り出した、虚構の存在なのでね。必ずしもね、共感が得られる、商業史的なこうね、エンタメ性のあるエピソードにはならないと思うんですけど、
まあ、両方種としてはですね、こう考える機会になっていくんじゃないかなと期待してます。ますんでね。まあ、昔に比べて統合失調症の方はね、まあ、入院されてる方はね、それなりにはいると思うんですけど、まあ、外来の方とか、外来でね、軽く済んでしまっているから、こう気がつかないことっていうのがね、結構多くなってたりとかしてですね。まあ、気がつかないっていうのはその特徴的なエピソードとかですかね。そういったところにね、気がつかないこともあってですね。あれ、なんかちょっとおかしいなと。ね、普通に会話してるはずなのになんかどんどんずれていくなと。こういうような感覚に陥ることもあると思います。今回はその中でもですね、まあ、術後優位、ね、という、まあ、論理をね、持っているからこそ余計にですね、まあ、妄想が助長されてしまったり、まあ、一応ね、患者さんにとっては、まあ、自分のこう生存戦略として使っている場合もあったりと、こういうところであったりとかもするんでね、なかなか複雑で、難しいところはあるんですけど、まあ、少しでもですね、その理解っていうところをね、していけたらいいなと思っています。ということで、まあ、今回はですね、まあ、そうね、一応エピソードを、まあ、準備してみました。教科書からね、作っていったエピソードなんでね、まあ、まあ、こんなもんかと思うところもあるかと思うんですけど、そうですね、そのエピソード話す前に皆さんもよくある患者さんのね、この術後優位ってじゃあどういうことなのっていうところなんですけど、まあ、なんていうのかな、まあ、突然、こう、唐突にね、話を始めてしまってですね、いや、ちょっと待って、何の話ってなることであるとか、まあ、そうですね、まあ、最近はね、電話でね、なんかこう、相手の、かかってくる相手がね、ナンバーディスプレイとかで、まあ、分かったりとかするんでね、スマホとかっていうのもありますんでね、ね、私が誰かっていうことをね、言わないでも、話を始めても、まあ、そんなに違和感はないんですけど、まあ、昔の黒電話とかね、まあ、そういう時代、唐突に話し始められてもね、ちょっと待って、ちょっと待って、あんた誰よみたいなね、そんなことになる場合も、まあ、まあまああったわけですね。まあ、なのでね、こう、唐突にこう、話しかけられてきてしまってですね、まあ、その、まあ、ね、今回この図にあるように、ね、誰が何が、ね、ね、まあ、どうした、どうするっていう話のつながりではなくですね、どうした、どうするみたいなね、まあ、そんなところがですね、中心になってしまうことがあってですね、まあ、なかなかね、困ったぞというのがですね、まあ、術後優位の人によって起きている、術後優位のね、思考の中で話しかけられてきて困るっていうような、ところです。まあ、そのね、特徴的な、ね、部分っていうところでですね、その、まあ、特有の言語パターンというかですね、まあ、その傾向の部分としてですね、まあ、紹介したいと思います。じゃあね、新人 OT の T はですね、まあ、統合失調症の患者さんである Y さんのね、ケースでこれを経験したそうです。まあ、Y さんはね、しばしばですね、まあ、しばしばというかですね、結構ね、まあ、ご友人といろいろとね、お話をするそうなんですけど、その中でですね、まあ、先日までですね、仲良く話してたはずなのに、まあ、何らかのきっかけがあったようなんですよね。で、そこからですね、あの人は私の友人じゃないっていうようなね、なんか喧嘩でもしたのかなっていうような、ね、感じでね、まあ、最初は捉えてたんですけど、いや、もうあの人は私の友人じゃないんでって、そのね、そこにばかりね、ちょっとこだわってしまってると。で、よくよくこうね、まあ、その人のね、話をね、まあ、聞いていこうとすると、まあ、少しね、見えてきたものがですね、まあ、あの人は私を理解してない、ね。私の友人ならもっと私のことを理解してるはずだ。だからあの人は私の友人じゃないんだ。というようなですね、そんな思考パターンになっているわけですね。まあ、これは結構教科書的な部分でもあって、アメリカの例とかだと、私はアメリカに住んでいる。アメリカ大統領もアメリカに住んでいる。だから私はアメリカ大統領であるというようなですね、術語の部分に注目してしまって、なんか話がね、いや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 という感じでですね、まあ、妄想にあふれた方向に話が進んでしまうわけですけど、まあね、まあ、これがね、一応術語優位の思考パターンというところですね。さあ、もうちょっとですね、まあ、詳しく何が起きていたのかっていうところをですね、まあ
話をしていこうとするのを思いますけど、まずね、Y さんの話っていうのはね、まあ、先ほども言ったように術後優位で、まあ、主語が明確ではないんですよね。まあ、そうなっているところがあってですね、まあ、話が突然始まって、まあ、周囲の人たちにとってはですね、誰が何について話しているのかがはっきりしないっていうところもですね、まあ、結構起きていると。まあ、これはさっきも言ったところですね。で、ただね、じゃあ、なんか思考障害があるのかっていうと、そういうこともね、まあ、ある方もいますけど、まあ、ない場合もあるんですね。思考のプロセス自体は、まあ、まあ、一般的ではないんですけど、まあ、よくよく話を聞いてみると、つながりはあるんですね。っていうところからもですね、こう、論理的な方向で、こうね、話を一見進めているかのようにも見えるところがあるんで、難しい意味でのというかですね、思考障害っていうところではですね、ない方もいるわけですね。まあ、ただ、このね、Y さんの話の中で、ね、見られる、まあ、術後優位のですね、傾向っていうのは、やっぱりね、まあ、先ほども言ったように、ね、アメリカの例は分かりやすいですよね。アメリカ人だから、私はアメリカ大統領であるっていうところに行き着くっていうのは、普通じゃちょっと考えられないことですよね。もうそういったような形でですね、妄想を助長してしまう場合があるんですね。まあ、なのでね、この妄想が、まあ、その方のね、行動であるとか、まあ、反応っていうものをですね、方向づけてしまうところがあるんで、現実との乖離が、まあ現実とどんどんこう離れていってしまうということがね、生まれやすいわけですね。またね、こう、特徴の中でですね、すごくこう、硬い表情で、こう、なんていうのかな、どうかを作ったらいいかな。なかなか難しいよね。こうね、常にこう、硬い表情で、ね、あまり、こう口角が上がらないっていう言い方がいいのかな、うん、笑顔になったりとかですね、そういう感じではなく、常にこうね、まあ、本当に仮面をかぶったようなっていうとあれですけど、唐突にね、こう表情がなくですね、硬い表情のような感じになってしまうっていうところがあったりとか、あと表現の中でね、自己満足的な部分が含まれてきたりする部分もあるんですよね。今回の Y さんっていうところでね、のエピソードでいけば、ね、まあ、ね、その友人と、まあ、おそらく何かがあったんですよね。で、その人は私を理解してない。つまり、こう、ね、もしかすると、それ以前に主語が抜けた形で唐突に話しかけて、嫌がられた可能性もありますよね。いや、君、何の話してるのか分かんないよ。ね、ちょっと落ち着いてさ、何の話か教えて。なんでわかんないの？まあ、これは前回お話しした官主観的世界の喪失で、ね、相手がね、自分の考えてることはもうわかっているみたいな状況で話しかけてしまうっていう傾向が含まれてたりするんでね。それが元になって主語がスパーンと抜けた状態で、唐突にその本来の部分だけ話しかけてしまって、まあ、わかんない。だから人は私は理解してない。私の友人だったらもっと私のことを理解しているはずだっていうですね、思考の流れになってしまうわけですね。まあそういったところからですね、まあ、やはりこうね、まあ防御的な態度というかですね、こう、まあ現実で起きている本来ならゆっくりこうやり取りをしていけばね、わかるはずなんですけど、そこから逃げてしまってですね、いわゆる逃避行動の一つとしても出している可能性もあるわけですね。まあ、だからこそね、こう、その方の世界観を理解しようとするとですね、もしかすると不安であるとかですね、何か唐突に起きた情報がね、多すぎる、周囲の状況から自分を守ろうとする行動というふうにもね、理解していくことはまあできる部分があるわけですね。じゃあ、ここからなんですけど、OT としてはね、どう対応していったもんかなというところですよね。まあ、鍵となるのは、まあ、基本的な対応として環境を変える、刺激を回避する、ね、情報の整理を手伝うというですね、まあ3つの、まあ、複合技になってくると思います。まあ、Y さんの場合ね、まあ、新人 OT の T はですね、まあ、Y さんの不安を軽減すると。で、現実のつながりを強化する。
っていうようなね、まあ、環境の提供を、まあ、しようと、こういう方向でね、動き始めたところがありますね。まあ、どうしてもね、統合失調症の患者さんがね、術後優位な言語パターンを用いているとですね、まあ、先ほども言った通り、現実とのね、乖離が大きくなってくると。で、そうなってくると余計にですね、まあ、周りとの軋轢であるとかですね、まあ、周囲から余計な情報がどんどんね、攻撃的に見えるようなものがですね、見えてきてしまって、その方はね、どんどん緊張状態が強くなっていくというところが予想されます。まあ、なのでね、OT としてはね、まあ、その方が、まあ、今回はね、友人が、まあ、理解してくれないと。おそらく、主語すっ飛ばして何か話したことによって、さらにその術後優位の思考パターンで、論理の中でね、まあ、妄想を膨らませていってしまったっていうのがありそうなんですけど、まあ、その前段階でね、まあ、もしかするとその友人関係であるとか、というところでのですね、まあ、元になった何らかのことが、その彼の中にはあるのかもしれないですよね。まあ、そういったね、その人がまあトリガーになるようなですね、状況っていうもの、ね、そこを日常生活の中でね、まあ、いかにこう、まあ、そこに対処する以前にですね、それをまあ回避するっていうことがね、必要な場合がありますので、まあ、回避するためにね、どのような環境設定をしていったらいいのかっていうところなどはね、まあ、考えられるかもしれないですよね。まあ、どうしてもね、最初はなんだかこう、ものすごいこと言ってきたなっていうようなところでですね、妄想の話されてもちょっとわかんねえやっていうのでね、逆にこう、新人さんとかがシャッターを下ろしたくなる気持ちもわかるんですけど、そこもね、そうじゃなくてですね、まあ、なんていうのかな、その妄想の背後にもですね、その人の持っている、まあ、心配事、不安、ね、周りからね、見られている自分自身への、まあ、視線であるとかですね、まあ、そういったものが、まあ、複合されてですね、自分を守るための生存戦略としてですね、行動している場合がありますので、まあ、その部分にね、注目してこう、まあ、対応策っていうのをですね、考えていけるといいんじゃないかなってところですね。まあ、今回ね、まあ、対応策としてね、具体的なっていうところではあれですけど、基本的なね、支援の提供という部分ではね、患者さんの周囲の環境を調整する。ね、まあ、そのどう調整するのかって言ったら、まあ、過度の刺激を回避すると、まあ、友達とのねやり取りを制限するっていうところはね、まあ、この方の場合、ね、外来とかだったらちょっと難しいかもしれませんのでね、まあ、よくある、ね、病棟の中でのベッドの配置替えみたいなものをですね、まあ、ちょっと今日から話しといた方がいいかなみたいなのでですね、病棟の中で定期的にこうね、まあ、ベッド位置をこう交換するようなですね、そういったことをしてですね、その室内の人たちをね、入れ替えることによって、まあ、その人がね、落ち着いて生活できるような場にしていくっていうところをね、まあ、病棟さんとこう調整するっていうこともあるでしょうし、まあ、そうですね。あとは、まあ、少しでもね、論理的にこうね、話を進めていくことができるタイプの方であれば、まあ、情報の整理、ね、これを手助けしていくようにですね、実はここってこれ言わないと分かんないこと多いんだよねっていうのでね、主語の部分っていうのが、まあ、いかに大切なのかっていうところですよね。まあ、そこに対してね、まあ、前回紹介したその感主観的世界の喪失っていうところも合わせて考えていけるといいとは思うんですけど、まあ、その方のね、生活しているその世界観の、その方の世界観の中で生活しているっていうところがありますんで、ね、どうしてもその、そうね、妄想のパターンとかも、誰かに言われている幻聴っていう形で聞こえてなくてですね、先ほどのその術後の部分として何か指示されたとかですね、まあ、こういうふうに言われたと、まあ、誰に言われたとか、誰が言っていたとかっていうところで関係なく、そっちの方向でね、受け取ってしまうっていう部分などもありますんでね、まあ、その辺もね、一つずつこうね、聞きつつ、整理しつつ、でもその方のね、持っている、まあ、
妄想もその人にとってはね、一つの現実として、まあ、周囲の人たちには見えていない現実として捉えているところがあって、で生活の中であの人には見えていないんだけど私には見えている、でもであの人にその話をすると、おかしなことになるから、ね、言わないで言おうと思うけど、でもこのね、その人の妄想の世界観に引きずられて情報をね、一般の人たちに出してしまうっていうところがあるんで、まあ、ここでね対処技能としてね、一旦それをこうね現実に合わせてすり合わせていけるようなね、まあ、あのいわゆる社会生活を送る上でのね、まあ、対処技能っていうところをね、まあ、どのように考えていけばいいのかなっていうのをですね、まあ、その方と一緒に考えていく、まあそれがね、まあ、あの近道ではないですけど、対処する方法になってくるんじゃないかなと、こういうふうに考えている次第でございます。さあ、ということでね、まあ、ちょっと長くなってきたんで、このくらいにしていきましょう。ございます、ね。今回の話題はですね、統合失調症における曖昧な自己像というものです。自分自身の存在感をですね、はっきり感じることができない方も中にはいらっしゃいます。まあ、それはね、周囲の人たちから見ても、その人のこう存在感であるとかね、抵抗感、そういったものが希薄でですね、人格の核のようなもの、そういったものが見えない、まあ、そういうような現象です。まあ、これにどう対応すればいいのか、まあ、OT として、作業療法士としてですね、僕たちはどのようにこういったね、患者さんを支えていくことができるのか、まあ、今回はですね、その辺を考えていくことができたらいいなと思っております。ということで皆さん今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで改めましておはようございます。24時間中 14.4 分、今日はですね、心エクササイズ、まあ、1% の時間でできるメンタルケアのお話をする火曜日の朝活ワンでございます。お話は OT 斉藤です。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ、1% の時間でできるというふうには言ってますが、まあ、ここ最近はですね、統合失調症の方向けのですね、に、まあ、対応する、ね、新人作業療法士さんたちにですね、まあ、何らかのヒントになればいいなということでね、まあ、いろいろと話題を持ってきております。ということで、今回はね、曖昧な自己像というものですね。曖昧な自己像と統合失調症、作業療法士の、まあ、対応策ということでお話をしていきます。まずね、どうしてもこうね、ちょっとこう、ピンときづらいところもあると思うんですね。まあ、なので、今回ね、まあ、エピソードとして、まあ、何かしか形になるものがあればいいかなと思って準備してきております。まあ、改めてですね、この曖昧な自己像、まあ、統合失調症の方の中にはですね、まあ、自分自身の、まあ、自我というものがね、はっきりと形成されていないんじゃないかなというふうに感じる方もいると思います。ね、多分皆さんもこうなんとなく感じているところがあると思うんですけど、まあ、その人のね、まあ、存在感であるとか、まあ、抵抗感、ですね、例えばですけど、こう何かね、悪口を言われたとしても、全然こうね、意に介する様子がない、っていうね、まああのメンタルが強いとかそうじゃなくて、で、あの、何にも響いてない感覚っていうんですかね。ね、どんなにこうね、メンタルが強い人でも嫌なこと言われれば、何かしらのね、身体反応とかって出たりするわけですよ。ちょっとね、こう表情がピクッとしたりとかですね、こう嫌な雰囲気や空気感を出したりとかっていう、そういう抵抗感、人とこうね、やり取りをしている上ではですね、必ず出てくるそういった抵抗感のようなものが、すごく薄く感じるんですね。まあ、なのでね、もしかしたらそういったものをこうね、感じ取る、まあ、核のようなもの、ね、その人がそこにいるというですね、人格の核になるようなものがね、まあ、見えづらいんじゃないか。まあ、これがですね、曖昧な自己像という形でね、言われてたりします。まあ、もうちょっとね、まあ、そうね、イメージしやすくなるようにですね、まあ、新人 OT の T さんの、やりとりというかですね、まあ、様子なんかを見ていきたいと思います。OT の T さん、彼はですね、まあ、統合失調症の患者さん M さんと会うたびにですね、まあ、M さんからの、まあ、特定の存在感、
で、そういったものを感じるのが難しいと思っていたそうです。まあ、T がですね、M さんに何かを頼むと、M さんは決して拒否することなく、食い入れてくれたりするんですね。で、行動に移すときも、まあ、何かをね、こう、先送りにしちゃったりとか、他のことに気を取られるなんてこともあるんですけどね。まあ、ただ、ね、先ほども少し言ったように、ね、何かこう、その人がね、やってるときに、ね、ものを頼んだりとかすれば、何かしらね、嫌な顔したりとか、タイムラグがあったりとかってね、普通にこう、やり取りをしている、中、まあ普通にというかですね、まあ、他の人とやり取りをしている中で、自然と感じられるような、そういった抵抗感がね、まあ、ないわけなんですね。まあ、またね、こう、M さん自身も、自分がこう、何を望んでいるのかとか、何をこう、信じているのか、ね、何を感じているのか、っていうことをですね、こう言葉にしてうまくこう表現するっていうことがね、できずにいたようです。まあね、好きな色であるとか食べ物、趣味についてたずねてみてもですね、いや特にないとかですね、何でもいいとか、まあそういったね曖昧な回答になっちゃうわけですね。まあよくね、のれんに腕押しなんていう言葉ありますよね。まあそういったようにこう何を言ってもね、こう何の抵抗感もなく、ね、ふわりふわりと、かわされているようなね、手応えのなさをね、感じてしまうわけなんですね。まあ、ただね、こう、M さん自身にとっても、周囲にとってもね、やっぱりそれって、まあ、不安を引き起こす可能性は、のあることなんですよね、この曖昧な自己像というやつは。で、M さん自身もね、自分のこう、感じ方であるとか、考え方が人とは違うなっていうのはね、まあ、薄々は、まあ、感じている部分もあるようなんですよね。まあ、やっぱりそれ自体がですね、その人自身の自己系、M さん自身のですね、自己肯定感をこう、ね、まあ、どうしても低くしてしまっているところになりますし、まあ、周りの人たちにしてみてもですね、M さんとのそのコミュニケーションっていうので、まあ、なんかのね、こう、やり取りをしてても、何がしかこう、手応えのようなものってあるじゃないですか。それがこう、なんかね、実利的なこうね、何かをしてもらうとか、ね、まあ、やり取りをしている中で一定の方向にこう、ディベートのようにね、結論というか合意がなされるとかね、そういう、目に分かりやすいものだけではなく、そのやり取りをしている中での、こう、なんていうのかな、コミュニケーションをしている中での、その反応すらね、得られなくてですね、何かこの方と話していても、なんだろうな、みたいなんですね。そういう曖昧、こちら側もですね、すごくふわっとした感覚になっていくわけですね。まあ、そうなるとですね、なかなか難しいところありますよね。まあ、こういった方にはですね、まあ、OT として、まあ、僕たちの役割って一体何だろうな、というところで考えていくと、まあ、まずはね、M さんのようなね、患者さん、ね、まあ、そういった方がですね、自分自身をこう、まあ、理解していくっていうのは本当難しいことだとは思うんですけど、少なからずね、そういう傾向があるんだっていうことが分かれば、そこを足がかりにしていくことができますし、でそういったこう、一個一個分かっていくっていうこと自体がですね、その方の自己肯定感を育むことにもなってくるので、まあ、そういった支援をしていくことができたらいいなって、っていうのはね、一つの方向性です。まあ、そのためにね、やっぱりこう、ね、どう支援していったらいいのかっていうところですよね。まあ、例えばですけど、まあね、まあ、M さん自身がね、まあ、手に取った活動とかですね、何かしらこう、ね、たまに見せた、こうね、自分から何かこう触れていってみた、ね。本人はそこまで気にしていなかったのかもしれないけど、何かやろうとしたっていうところは見逃さずにですね、まあ、拾っていってですね。で、それを元にした形で、まあ、その方自身のね、まあ、今回の話題で言えば M さんが、自分のこう存在感をね、感じるための、何かしらのこうね、まあ、作業を提案していくっていうことができたらまあいいですよね。まあ、例えばアートセラピーであるとかですね、まあ、絵を描くであるとか、まあそういったこう、なんかと比較するのがあれだなってなったら、もうフィンガーペインティングのようにですね、ある程度こう、適当にやっても形になる、
ね、そういったものであるとか、あるいはもうね、外に連れ出すというかですね、まあ、ガーデニングのようなことであるとか、で、あの、調理実習のように生活にも、こうね、その後食べられる、内容についてもですね、実感が得やすいものだったりするので、まあ、そういった活動なんかはですね、その方の、まあ、自分自身がね、その時何を感じるのか、で、その時にね、自分が感じたことを、で、どう、こうね、まあ、表現するのかじゃないですけど、で、言語化するのかっていうところとかもですね、する機会になっていきますので、まあ、少しずつですね、自己肯定感を高めることにはなっていくんじゃないかなとはね、思える部分がありますね。やっぱりね、こう、なかなかね、まあ、この、すごく、なんていうのかな、本当にのれんに腕押しっていう言葉通りですね、そういう、こう、アクティビティとかを提供していても、それが、こうね、その人に、こう、うまく響いているのか、響いていないのかすらも、感じることがね、こちら側にとってはすごく、わかりづらい部分があるんですね。まあ、なので、結構時間をかけてですね、まあ、ゆっくりその人の好きなものであるとか、ね、やりたいと思ったことをですね、探って、そして提供し続ける。こちら側が諦めないでですね、関わり続けるっていうところがですね、まあ、一つ大事になるかなとも思いますね。で、まあ、もう一つというかですね、ただこう、自己肯定感っていう言葉でね、まあ、今回絞って、まあ、対応策のような部分を組み立てちゃいましたけど、もっとこうね、その人が、こう、なんていうのかな、不安にすら思ってないくらいにちょっと強めのね、曖昧な自己像の方だと結構あれですけど、まあ、少なくともね、そういうこの曖昧な自己像があるがゆえに、周囲の人たちとのこう、なんていうのかな、コミュニケーションじゃないな、まあ、生活の中での不具合であるとか、ね、その先で不安であるとか、まあ、問題が生じそうなところっていうものをですね、あらかじめこう回避できるような形でのこう、ね、安心できる場の提供であったりとか、そうですね、あとは何だろう、不安であるとか、その生活の中で、ぶつかってしまいそうなですね、まあ、現象っていうものを見つけて、まあ、そこに対するコーピングスキルをね、対処技能を身につけていくっていうようなことになっていくんじゃないかなというのはね、まあ、考えられる部分かなと思います。と、まあね、まあ、正直言って、まあ、現場でね、こういった曖昧な自己像の方にどう対応していくのかっていうところはね、皆さんも現場でかなり悩んでしまうことだと思います。で、患者さん自身ですね、こう、自分自身をこう、理解するっていうのも難しかったり、肯定していくっていうのもね、大変難しいことだったりすると思うんですけど、で、そのためのね、まあ、支援であるとか、提供するための方法、まあ、もうアイデアと言っていいくらいにですね、まあ、いろんなことをこう模索し続けていくことがね、まあ、OT としてね、の役割になってくるんじゃないかなっていうところになってきます。まあ、残念ながらね、具体的にこれだけやっていれば OK みたいなものっていうのは正直ないので、ね、これが分かった上で、じゃあ僕たちはどうしよう。ね、その人にとって安心できる環境って何なんだろう。ね、あとなんだ。不安になりそうな、ね、そういったこうね、これまでの行動パターンからの、ね、回避できる手立てって何なんだろうっていうことをね、一緒にこうね、少しずつ、身につけていく、そんな機会にしていくのがね、役割になってくるんじゃないかなと思った次第でございます。ということでね、今日は曖昧な自己像についてお話をしてきました。そのね、いろいろと気になるところもあると思いますんでね、まあ、セミナーでこれまでお話ししたこととかをですね、まあ、もうちょっと解説、噛み砕いて解説している、シリーズになっております。さあ、ということで今日はですね、まあ、先ほども言っておりました、統合失調症の方のですね、視点が、まあ、特性の一つです。ね、特性の一つなんですが、視点の変更が難しいというですね、まあ、そういった問題についてお話をしていきたいと思います。どうしてもね、物事を一方向からの視点でしか見ることができずにですね、まあ、全体をですね、把握するのが非常に苦手なんですね。まあ、これがですね、どのように日常に影響を与えてしまっているのか、そして僕たち OT はですね、どのように対処すべきなのか
一緒に考えていくことができたらいいなと思っています。まずですね、そう、統合失調症の患者さんの中にはですね、やっぱりこう、先ほど言ったような、まあ、事象というかですね、まあ、何らかのエピソードがあるんですね。そのエピソードを元にして、どんどんこうね、思い込んで、妄想まで発展していってしまうということがあります。まあ、なのでね、イメージしやすいかはちょっとあれですが、まあ、エピソードを一つ紹介したいと思います。まあ、T さんという方ね、例にしたいと思います。まあ、T さんはですね、まあ、彼のアパートの隣にですね、新しく隣人が引っ越してきたそうなんですね。で、その人がですね、彼に対して敵意を持っている。まあ、そういうふうに思い込んでしまっているんです。その理由というのがですね、その隣人が新しく引っ越してきた日に T さんが風邪をひいたからなんですね。親ってね、普通なら思いますよね。まあ、これがなかなかね、もどかしいとこですね。まあ、彼はですね、これを偶然ではないと、ね、隣人が何かをした結果だというふうに解釈したわけですね。もちろんね、これ一個だけでそう思ったわけではないわけですね。例えばですね、この T さんが風邪をひいた、ね、まあ、隣の人が引っ越してきた日に風邪をひいたっていう一個だけだったら偶然だと思うんですね。で、僕たちもジンクスみたいな感じで、ね、偶然が重なったらこうしておいた方がいいのかもしれないって思うじゃないですか。ね、まあ、いわゆるこう、なんていうのかな、まあ、脳の不具合が起きてなかったら、普通はジンクスと思うんですよ。こうしてた方がいいかなっていう心のケア的な使い方をするんですけど、どうしても脳に不具合が起きてしまうのが統合失調症ですので、で、この視点の変更ができないというね、一言の特性で言うのは簡単なんですけど、ね、そういった偶然の要素っていうものが積み重なっていったときに、この人は一つのこう妄想を生み出してしまうというふうにも見えるわけ、言われているわけですね。なので、この方はですね、自分が寝ようとすると、隣の人は、いつもテレビをつけるんだと。で、そのテレビの音が気になって気になって眠れなくして、私のことをこうね、体調不良にさせようとしているんだ。これは一回だけじゃないんだ。っていうふうにですね、まあ言うわけですね。おそらく、たまたまなんですよ。たまたまそういったことが重なっただけなんですけど、そこを一つのね、方向に絞って、まあ、一個のこうね、そうか、ね、隣の人は私に対して敵意を持っているんだっていうところにですね、被害的にこう帰結していってしまうというのがですね、やはりこう、まあ、病気の特性の一つになってくるわけですね。ね、まあ、先ほどもね、言ったように僕たちも、ね、偶然の積み重ねをジンクスというふうな形で、ね、特別な意味を持っているというふうに解釈することがあるんですよね。でも、それはあくまで、ね、自分たちはそれは偶然に起こったことで、その偶然に起こったことに対して、なんというのかな。まあ、なんでしょうね、ジンクスってね。まあ、自分のルーティンの中に入れていって、ね、そうしていった方が自分としてはやりやすいっていうですね、ルーティンのような感じに組み込まれていくようなものですよね。でも、こう、患者さんの場合、そうではなくですね、被害的な妄想を生み出す原因になってしまっていると。ね、偶然の積み重ねに特別な意味を持つと解釈して、妄想の原因になるっていうところでですね、非常にこう、紙一重な、ね、本当に自分たちのね、脳もどこか機能不全を起こすと、同じように、こうね、ジンクスに固執してしまっている方も、やっぱり見かけるわけじゃないですか。ね、そういったことがね、まあ、生活の中にも大きな不具合を起こすくらいに、そして周囲に対しても、まあ、いわゆる自傷互いの互いの部分ですよね、外に対しての影響も大きくなる可能性を、含んでいるわけですね、まあ、これがね、一つの側面からしか物事を見ることができないというですね、視点の変化が困難であるという特性の部分になるわけですね。まあ、こうなってくるとですね、もう全体像を把握することがもう苦手な部分もあるわけですから、ね、細かな出来事をね、いわゆるこう、常識で判断して、
ね、その文脈を見て、最終的にね、こう、まあ、それが、ね、まあ、意味あるものかどうかっていうところでですね、まあ、あの解釈していくというかですね、まあ、そういったことをしていくのが、まあ、まあ、一般的な部分ではあるんですけど、ね、そこでこう、かなりね、まあ、なんていうのかな、多分ただの思い違いなんですよね。その思い違いの部分を変な方向に持っていってしまうというところがあるわけですね。さあ、こうなってくるとですね、僕たち OT はさてどうしていったもんなのかなっていうところがね、まあ、悩ましいポイントにもなってくる。さあ、一体皆さんならね、どのように対応していくでしょうか。で、僕たちね、ここで、僕たち作業療法士の役割として重要になってくるのは、基本的な対応としてね、言われているものは、修正はその場でその時に、で、根気よく一緒に軌道修正をしていくというのがですね、本当基本対応、アプローチの根っこになる部分になります。非常にですね、時間もエネルギーも必要とします。で、患者さんの世界観をね、理解する、そこも大事になってきますし、彼らの視点っていうものをですね、狭いものではなくて、ね、広げていくというところでですね、で、そこに対してこう対応するためのね、対処技能としても一緒にね、学んでいく、身につけていかなきゃいけないっていうところでですね、関わりがどんどん広がっていくことになると思います。まあ、今回ね、T3 というね、モデルケースを作りましたけど、まあ、T3 の場合はですね、風邪をひいた日に隣人が引っ越してきたっていう事実、あとは先ほど言ったような、ね、寝ようとしたタイミングで、ね、いつもこう、テレビをつけるんだ。邪魔をしてる。みたいにね、まあ、言っていたことをですね、やはりこう、なんていうのかな、SST であるとか、作業療法の場で、まあ、グループ活動をする中でですね、まあ、共有して、で、それがね、直接的な因果関係を持つのかどうか、ね、そこをですね、他の可能性、をこう周囲の人たちから出してもらうということをね、していくことができるんじゃないかなと思います。ね、例えば風邪をひいたのはね、まあ、天気の変化や、ね、まあ、最近のね、睡眠不足とか体調不良が もともと体調が悪かったんじゃないのっていう話とかですね。で、まあ、そういったいろいろなこうね、周囲の人たちの言葉の中からですね、隣人が引っ越してきたっていうことと風邪をひいたっていうことは、ね、別な原因を持っていることで、ね、偶然重なったことなんだっていうことをですね、まあ、発見できるようにですね、まあ、いろいろとこうアイデアを共有していくっていうことがポイントになるんじゃないかなというふうに考えております。と、まあまあね、まあこんな形でですね、僕たち OT、ね、なんとなくこうみんな、なんか、なんでしょうね。塗り絵やってるとかさ、ね、折り紙一緒に作ってるとか、ね。なんか、物を一緒に作ってるだけで、何やってるのかよくわかんないとかですね、言われてしまいがちなんですけど、ね、こういった形で、ね、その人が、ね、まあ、どんなこう世界観を持っていて、でその世界観に、どのように囚われているのか、そしてその世界観と、まあ、いわゆる常識的な、ね、一般の社会、っていうものが、ね、その人の中で並行して存在していた。で、一般常識、社会っていうところと、自分の中にある世界観っていうものが、共有しがたいものであるっていうところにね、一個一個気づいていかなきゃいけない部分があるんですね。まあ、それをね、しやすくするための、ね、まあ、緩衝材、的な、ね、役割として一緒に何かね、ものを作ったりであるとかっていう使い方をしてたりする場合もあります。で、こう、無言でね、無言じゃないや、まあ何もね、こうそういった干渉剤になるようなものがなくですね、面と向かって面接のように話していたら心を開いてくれるのかって言ったらそうじゃないですしね。なんでしょうね。皆さんもこう、まあ、文化祭とか、ね、学生の時に何かチームで何、ね、課題を達成したみたいな経験がある人たちはね、わかると思うんですけど、誰かと何かをね、一緒にね、目標に向かってやろうとすると、そのためにね、いろいろなものを飲み込みながら相手を理解して、で、一緒にこうね、
一つの目標に向かって行動しなきゃいけないというところでですね、社会的な活動が生まれていくわけですよね。で、その中で親密になったり、よりね、険悪になったりっていうようなことをしてきたと思います。それと同じようにね、まあ、僕たち OT はね、それをこう意図的に演出していくことで、信頼関係を作っていって、で、一緒にね、こう、その人が生活の中で困ってる、ね。で、自分の中にある世界観と一般社会というもののズレっていうところをですね、理解できる存在としてですね、まあ、つなぐ役割として、まあ、OT っていうのがね、行動できるんじゃないかなというふうにも考えてますのでね、本当に、ビビたる一歩ずつっていう形でしかね、進んでいかないかもしれませんけど、ね、まあ、統合失調症の患者さんがですね、まあ、自分自身と、まあ、周辺の世界ですよね。これを、まあ、健康的に理解する、ね、非常に難しい話しているような気がしてきましたけど、まあ、そこがね、僕たちが提供できる支援なんじゃないかなというふうにね、考えている次第でございます。と、まあまあね、今日はそんな形で、統合失調症の方のですね、まあ、なかなかこうね、視点の変更ができないっていうところに対してのね、お話をさせてもらいました。ね、理解していくこと大事ですし、そこに対してね、どう対応していくのかっていうところはね、まあ、これからも僕たちはいろいろ考えていかなきゃいけないところだと思います。でないとね、まあ特に今回のね、視点が固執することになった原因っていうのは、ちょっとしたこう、なんていうのかな、偶然が重なった勘違いなんですよね。で、勘違いを、本当なら常識的な、ね、視点で、ね、常識的に考えたら、いや、そんなことないよねってなるところをちょっと乗り越えちゃって、で、しかも、こう、なんていうのかな、ね、まあ、そこのこう文脈っていうか、まあ、やっぱり物語なんですね。その周辺の、まあ、全体像を見ての物語っていうところで見ていったら、ね、文脈としては全然関係ないよねって普通なるところをか、絡みつけてしまうと。で、その上で視点の変更っていうところが固執してしまうというところで、それが進むとね、まあ、本人の中では連結していった、そういったね、常識的に考えた、ね、文脈は合ってる、そして、ね、視点として見てきたときに自分の視点で見たらこうだっていう形でですね、その人の中で、残念ながら妄想というものがね、形作られていってしまう形になってしまいますんでね。ね、できればね、こう、修正はその場その時にって言ったようにですね、一番最初の段階で、いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着けと、という形で関われるのがいいんですけどね。まあ、今回はね、まあ、外来の方っていう設定でしょうね。家の中で起きたこと、ね、それ、まあ、そこにはね、さすがに OT 一緒にいられなかったわけですからね。まあ、その後でね、修正していくっていうのは困難な部分あると思いますけど、で、おそらくいろんな場面でね、いろんな形でこういったことを見られると思いますんでね、皆さんもぜひですね、まあ、考えるヒントにしていっていただけたらいいかなと思います。ね、ということで、今回はですね、統合失調症の視点固執を理解し緩和する作業療法士の役割と実践ということでね、お話をさせていただきました。ということで、まあね、メンタルヘルス危機予防と言いつつもですね、まあ、どちらかといえばここ最近は統合失調症の方に対するですね、まあ、具体的な、まあ、対処法、ね、対応法ですね、であるとか、まあ、特性についてね、解説したりということをね、しております。まあ、今日はね、統合失調症の方っていうのはですね、非常にこうね、不意打ちに弱いんですね。なので、不意打ちはね、絶対しちゃダメなんです。まあ、またね、不意打ちだと、こちらはね、思っていなかったとしても、なんでこんなね、ことですごいこう、頑固になっちゃうんだろうとかですね、かたくなにこう、拒否されたりとかですね、いや、そんな難しいこと言ってるわけじゃないんだけどな、というようなことがですね、まあ結構起きることもあるわけですね。まあ、なのでね、それってどうしてなのかなというところとかをですね、まあ、少しずつ紐解いていけたらなと思います。
まあいわゆるね、状況の変化に対する脆弱性なんて言葉に置き換えることもできるんですけど、とにかくね、予期しない変化、まあ、不意打ちの状況っていうのがとてもですね、ストレスなんですね。まあもともとね、まあそういった特性が、まあ、まずはね、あるもんだよというところを押さえておいてほしいんですけど、まあ、ちょっとここでね、さらに統合失調症の方の中にもですね、パターンがちょっと2つに分かれる場合があってですね、いわゆる能動型と、受動型というですね、タイプが2つに分かれるんですよ。それはですね、まあ、いわゆる能動型、自分から積極的に新しい状況に飛び込んでいってしまう方が、まあ、中にはいると。で、その状況についていけなくなって、まあ、自分から招いたですね、こう状況の変化なんだけど、それに対応しきれなくなって破綻してしまうというのが、まあ、能動型の人ですね。で、一方、もう一方の方は受動型なわけですから、受け身の方です。周りの変化の方がどんどん起きていって、その新しい状況になかなか適応できないで、困っていってしまうと。で、すごくストレスになって破綻してしまうというタイプが受動型というふうに、言われているわけですね。まあ、もしね、皆さんがこう関わっている中で、まあ、自分からこうね、すごい状況が変化している中に飛び込んでいって、ね、すごくこう体調を崩してしまうタイプの人を見かけたら、あ、能動型なんだなということでね、まず見分けがつくと思います。逆に、まあ、前々から少しずつね、察してもらえるような形で、まあ、変わっていくよっていうのをね、何度も言っていたにもかかわらず、変化が起きた後にですね、その変化についていけなくて、まあ、破綻してしまう、ストレスに感じてしまうっていう方もね、まあ、いたりしますね。そっちはね、まあ、あまりこう、自分から変化に飛び込んでいくっていうことはないんですけど、静かにね、こう、混乱していくというところがありますんでね、まあ、非常にこうね、まあ、見分けもある程度は、まあ、つくかなとは思うんですけどね。まあ、そんな形でね、受動型、能動型、ね、まあ、タイプが2つあるよというところで、まあ、1個押さえておいてほしいポイントです。じゃあまあね、その予期せぬ状況、まあ変化、まあこれがね、まあいわゆる不意打ちという言い方にね、置き換えちゃいましたけど、まあかなりね、こう、受動型の人だと、まあ、やっぱり、まあ自分から飛び込んでいくんでね、まあ分かりやすい大不意イベントで混乱をきたしている場合があるわけですよね。まあ外泊しましたとか、ね、あとは、まあ就学、就職、これをね、自分からこう見つけたり、進んでいってしまって、そこでこうね、まあ、破綻してしまうというようなこともあるんですよね。まあ、自己評価が曖昧だったりするところもありますので、まあ、自分のそのね、今の状況であるとか、あとはそうね、自分ではちょっとこう、なんていうのかな、高望みしすぎているような、まあ、就職先、あとは、まあ、就学先ですね。まあ、進学先でもいいですけど、そういったところにね、飛び込んでしまってっていうこともあるわけですね。まあ、逆に受動型の人にしてみればですね、まあ、そうね、まあ、外泊ってさっきも言いましたけど、ね、まあ、家族から勧められて外泊をみたいなね、まあ、そんなことで、まあ、受動的にそこにね、乗っかっていったら、ちょっとやっぱりダメでしたというパターンもあれば、そうですね、病棟が変わるとか、ね、まあ、担当者が変わるとかね、担当看護師さんが変わったことでもダメになることもあります。まあ、あと、そうね、まあ、わかりやすいところでは、やっぱり、こうね、退院せざるを得なくなって、外に出たら、みたいなこともまあ、ありますからね。まあ、いずれにしても、その、周囲の変化っていうところでの、まあ、影響というものを受けやすいところはありますね。まあ、なんというかですね、こう、どうしてもその、まあ、不意打ちをしないようにしたりとかですね。まあ、状況の変化に脆いわけですから、あまりこうね、大きな状況の変化が起きないように対処しようと思うと思うんですけど、まあ、ちょっと別な観点からね、この方たちを見ていくとですね、まあ、まあ、もうちょっと違った視点も持てるのかなというところはね、一個あります。まあ、それはですね、まあ、状況変化に影響を受けやすいということなんですね。なんかさっきと同じこと言ってんじゃねって思った方ね、落ち着いてください。で、状況の変化に、まあ、脆い。つまり、まあ、周りの変化に合わせて、こうね、自分自身の、
ね、こう行動とかが振り回されてしまう。つまりは状況の変化に影響を受けやすい特性を持っているという言い方もできるわけですね。まあ、なのでね、こう先ほどその対処法として少しずつね変化を作ろうとしていたであるとかですね、ちゃんとあらかじめ説明していたりとあるとかですね、まあ、そういうことをするっていうのはね、まあ、対処法としてもですね、まあ、非常に大事な部分ではあります。ただ、ね、ここで、まあ僕たち OT ですから、まあ、そうね、先日もね、精神科理学療法士さんというお話をしましたけど、ね、まあ PT さんはあまりね、こう、これまで関わってきてなかったというところでは、まあ、対応法や対処法っていうところ気になると思うんですよ。で、それまで本当に普通通り喋ってきたと思ったら、なんかね、トリガーになるようなことで一気に変わっちゃうってこともあると思うんですね。まあ、そうなった時にさてどうするっていうこともありますのでね、まあ一つ、まあ、対処法というかですね、まあ、やり方というところは OT さんも PT さんも共通してますんで、押さえておいてほしいところです。やり方っていうね、具体的な部分にはなかなかちょっと難しいところがあるんですけど、まあ、いくつかある大切なこと。まあ、この一つはですね、変化があった場合に、まあ、ちゃんと患者さんの不安であるとか、訴えたいことというものをね、ちゃんと聞くということなんですね。まあ、無理にね、早く適応させようとしちゃダメなんですね。その人のペースっていうものが何より大事で、ね、新しい状況に対する、まあ、まあ、彼らのですね、まあ、反応を、こう、ちゃんと観察して、まあ、理解していく。まあ、これがね、まあ、重要になってくるわけですよ。だから、こうね、まあ、PT さん気をつけなきゃいけないところは、やっぱそういうとこかもしれないですよね。20分の中であれもやって、これもやってみたいなね、そういうことを考えながらやってると、ね、振り回されることに、まあ、ストレスを感じてしまったりとかですね、次から何の脈絡もなくあいつ嫌だみたいにね、なってしまうこともあったりとか、ね、あらかじめ説明していたと思っていたとしても、その説明の内容自体がですね、まあ、本人が悶々としてしまって、まあ次のリハの時間が来るまでにですね、もうやりたくないが募ってしまうというようなこともありますからね、まあ、なのでね、まあやはりこうね、その人が、まあ、何にね、こう、不安になったのかとか、ね。まあ、その人が何を訴えたいのかというところはね、ゆっくり聞く必要があるんですね。多分ね、精神科理学療法士の皆さん、20分一単位で何かしようとすると思うし、その20分一単位を、ね、18単位とか回さなきゃっていうことを思ってるかもしれないですけど、多分それね、大変かもしれない。だってね、じゃあそういう状況変化があった方を放置して次の別な患者さんの対応を始められるのかっていうとですね、まあ、なかなか難しいところがあるかもしれないですよね。まあ、その場合他の人たちの単位を落としたとしても、その方と関わらなければいけない状況だと、まあ、OT は感じます。OT は感じるっていうふわっとした言い方になっちゃうけど、まあ、その辺のね、役割分担っていうものをしっかりね、OT さんとできるんであれば、ね、まあ、OT さんにお任せして、ね、まあ、人を変えて、その人のね、思っていることとか、不安なことを聞き出すっていうのはね、まあ、精神科 OT の場面ではよくやることですし、ね、いわゆる怒る役、話を聞く役、なだめる役、褒める役みたいな感じで、まあ、複数の OT がね、まあ、それぞれの役割を持ってね、対応してたりすることがありますんで、まあ、OT さんたちは自然とね、役割分担ができてて、まあ、ハンドサインとかで、誰が、なんていうの？突然泣いて患者さん走り出したら、その患者さんを追いかける役は誰みたいなのが、まあ、ハンドサインで、まあ、すぐね、やったりとかですね。で、まあ、そういう人が出たら、他の人たちはね、周囲を、まあ、なだめてとかですね。まあ、なんというのかな。よく、こう、なんというかね、まあ、学生さんがたまに驚くときあるんですけど、まあ、なんか喧嘩あったりとか、ざわめいてたとしても、ね、普通通り、普段通りに、して、作業とかをやってる、まあ、OT とかがいて、なんでって思う時もあったっぽいんですよね。聞くところによると。
まあでもそれはね、その人の周囲にいる人たちまで一緒にこうね、不安にさせてしまっては、まあ被害が、まあ、伝播してしまうというかね、ところがありますんで、ね。まあ、はいはい、いつものことだからね、とばっちり食らわないようにみんなちょっと下がって下がって、みたいな感じでですね、喧嘩始めた人たちを、まあちょっとこうね、まあ屈強めの方法をスタッフで取り押さえるみたいなね。まあ、僕なんかはね、メガネよく吹っ飛ばされるんで、メガネは複数持ってたし、まあこんな、ね、相変わらず昔からそれなりの髪伸ばしてたんで、常にタオルを頭巻いてね、いましたね。だって人間髪の毛掴まれると身動き取れなくなるから、一回掴まれるのを防ぐために頭にタオル巻いてたりとかね。まあそういうことして対処してましたけどね。おっと、ごめんなさい。随分、話が逸れちゃいましたけど、まあ、基本的にね、本当にそういう状況の変化とかに弱かったりするんで、役割分担しながら、ね、まあ、そして必ずその方の不安な状況とかを聞く。ね、まあ、喧嘩になる前に抑えるは、まあ、まあまあ、ちょっと、枝葉か、話を広げすぎた気もしますけど、まあ、いずれにしてもね、本当にその方のペースを守りながら、で、しかも、その方の不安の原因が何なのかっていうところをね、まあ、ゆっくり聞き出すというところはね、まあ、やれるといいってところはありますね。はい。まあ、ちょっと、昔話に花が咲いちゃったんで、もうやめましょう。ということで、まあ、まとめていきますと、統合失調症の方ってね、新しい状況にうまく適応するためにはね、まあ、僕たち OT がですね、まあ、変化に対する、まあ、そうね、不安であるとか、まあ、懸念っていうところをね、まあ、ちゃんとあらかじめ共有しておくっていうこと大事ですよね。まあ、この方こういう状況だとちょっと破綻きたしやすいよねと。で、ストレスのトリガーになりそうなキーワードこれだよねと。で、まあ、そういったものを共有しながら、ね、まあ周り全体で支えていくという必要があります。まあ、その上でね、それぞれの人がまあ自分のペースでね、進めるようにっていうところをね、サポートしていくっていうのがね、まあ、精神科でのね、まあリハビリの中心になってくるかなと思います。で前回の脆弱性ストレスモデルの中でも言ったように、いかにね、その人のご本人のストレスに感じることを軽減していくのか、破綻を防ぐのか、というのがね、鍵になってきますんで、ね。まあ、結構辛い部分もね、精神科の PT さんとかには多いかもしれませんけどね。OT さんと協力してですね、ぜひ、いろいろとこう、工夫をしていっていただけたらいいんじゃないかなと思います。ね、心象のノリで、精神科に来ると多分ね、痛い目見ると思うんで、ね、しっかりこう、あらかじめ相談できるようにしておくといいんじゃないかなと思った次第でございます。ということでね、まあ、今日の内容がね、皆さんにとってプラスになっていたら嬉しく思います。はい、ということで、コメントいただいてますね。はい、ひょうちゃんさんおはようございます。そうですね、精神科領域で1単位20分ルールは厳しいですよね。そうなんですよね。まあ、ただ、これが、認知症であるとか、あとは、まあ、そういった、なんていうのかな、元気な患者さんじゃなければ、まあ、多分20分1単位はいけると思うんですよ。あんまりこうね、リアクション少なくて、肺葉症候群が進んじゃってて、まあ、リアクションが少ないというか、人格の荒廃というか、まあ、それはそれで問題あるよなとは思うんですけど、まあ、批判をあえて受けることを覚悟で言うんだったら、おそらく、精神科領域でのリアク療法士さんの役割の一つとして、介護量の軽減っていうのが、もう最初から目的になってる方を相手することもあるかもしれないですね。介護料、介助料の軽減。ね。もう足が折りたたまれてしまっていて、そこから全く動かさないから、ね。まあ、股関節開く、ね。おむつ交換のために、ね。まあ、股関節開くという言い方をしてますけどね。おむつ交換が楽になるようにリハビリやってって。言われる可能性もあります、っていうくらいにですね、こうおそらく精神科領域での理学療法士さんが20分一単位で何かするっていうところでは、思ってるよりかなりこうシビアな目標設定というか、別な意味でね、メンタルに来る、
ものとかがですね、まあ、来るかもしれないですね。はい。あ、これさっきの役割分担の話ですね。まあそうですよね。あの、ハンドサインでどうにかなるようになったのは、もうあの、ずっとその人たちだけでやってるっていうようなね、もう5年、10年、その人たちだけでやってるみたいな状況のとこでしたね。まあ、あの、最初に実習、大型の精神科の実習行った、まあ、評価実習だったかな、とかで行ったところは、もう数年その人たちだけでやってるっていう状況だったんで、まあ、かなりこう、まあ、ハンドサインとか目配せとかね、空気読んで行動みたいなね。まあそういったところはすごいやってましたね。まあ、はるか20年前の話ですけどね、それね。まあ、今はどうなんだろう。あの先生たちも今やね、僕よりも、なんでしょうね。10年くらいは上なわけですからね。大先生になってるんですかね。はい。さあ、そうですね。激しい波は穏やかにするけど、水位の変化は受け入れるみたいな工夫ができるといいですよね。また難しいこと言うけど、でもそうですね。まあまあまあ、そうですね。確かに、ただそれ見極めんの難しいですよね。まあ、こう、まあ状況の変化、まあまあ、できれば事前にね、いろいろとこう、まあ、迷わない状況を作っておくっていうところでね。まあ一つの落としどころだとは思うんですけどね。あ、ちょっと今日、そう、さっき話そうと思ってて言い忘れてたのは、やっぱ職場とかでね、こう、なるべく周りの人たちの協力を得ながらとかね、ちゃんと決まりきった仕事で、まあルーティーンでこなせることとかをね、まあ任せていくっていうようなことをやるとかでしょうね。で、マニュアルとかが変わったらすぐね、伝えるであるとか、そのね、マニュアルが変わった理由であるとかね。まあ、マニュアルが変わったことで、そうね、俺のせいだってなる方はいないとは思うんですけど、まあ、結構難しいところもあるかな。まあ、職場でね、仕事、統合失調症の方を受け入れて何かっていうところでは、絶対ね、聞こえるか聞こえないかでのコソコソ話はね、絶対しちゃダメですよ。あの、天からの声じゃないですけど、そういったコソコソ話とか、ね、目くばせみたいなものは、簡単にまあ、妄想というかですね、につながってしまうというか、普通の人だって誤解するじゃないですか。ね、聞こえるか聞こえないかの音量で、一回くらい目くばせした後にね、なんか、まあ、周囲で人が喋ってると思ったら、自分のこと喋ってんのかなって思うのは普通なんですよね。そこまでは普通なんですけど、そこから、ね、被害的につながっていったりとかするっていうところが病気の特性だったりしますんでね。脳の不具合ですから、これはもうどうしようもないですから。で、だから薬飲んで、で、そこをうまく調整しようとしてるわけで。で、リハビリ受けて、で、対処技能を学んで、で、それは違う、ね。自分のこと言ってるわけじゃないと。いう形でね、ちゃんと一つ一つ処理できるように、一個一個の行動パターンを学習してたりとかするわけですからね。逆にそうやってね、全部の状況の変化に対応するっていうのは難しいわけですから、どうしても不意打ちのような状況っていうのは起きてきてしまいますんでね。まあ、その時にどうケアするのかっていうようなところはね、まあ、事前にお話し合いとかしておけるといいところなのかもしれないですよね。うん。老犬でのやり方だと順番をじゃがじゃが入れ替えて落ち着いたタイミングを狙ったりしましてたね。こう、それがね、それができればいいですけどね。おい、俺の番だろうってなってね、喧嘩されたんだよね、それ。いや、ちょっと苦い思い出ですけど。順番じゃがじゃが入れ替えられればいいんですけどね。で、まあ、またさっきエピソードとして例にしてた、まあ、部分では、その瞬間起きた時にどう対処するっていうのでね。まあ、OT さんごめん。なんか鳥が引いちゃったみたいなね。なんか怒らせちゃったって言って、すまん、頼むって言って、じゃあ次の人ってね、切り替えてやっていけるようなね、関係性を職場で作っていれば、まあ、PT さんにはいいかもしれんすけどね。どうなんだろうな。こう、なんか不穏だからって言って、入れ替えたら入れ替えたで、なんかめっちゃ怒られ、たりとかね、順番勝手に変えんなみたいな感じでね、まあ揉めたこともあったからな、ちょっとわかんねえ、どうなるかな。まあ
場所とその人たちのね、雰囲気によるのかなと思いますね。ああ、そうですか。まあそうっすよね。まあ、ちょっとネガティブにさっきは言い過ぎたかもしれないですね。まあまあ、っていうとこですかね。はい、ほんと難しいと思います。あ、やっぱりそう？うん、そうね。そう、順番が入れ替わることもあるっていうのを何度かやって慣れてもらって、それも一つのね、状況の変化それ自体が通常っていうですね、状況を作っていくっていうのも確かにありですね。まあ、ちょっと僕はそういう意味じゃ、うわ、めんどくさって思って、わかったわかった、順番通りやるからって言って引いちゃったところが、まあ、当時はダメだったかもしれないですね。そう、うん、そうね。うん、順番を入れ替えることも慣らすっていうのはありだと思いますね。結果慣れ。そう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 。そうなんだよね。教科書的にやろうとすると、患者さんたちの、そのね、まあ、この状況の変化に脆いとか、特に不意打ちに弱いとは言いましたけど、意外と適用するんですよね。そう、教科書通りに考えて関わろうとすると、慣れるのがすごく早い人たちもいるんで、ただ特定の状況下においてはトリガー引いちゃうパターンを持ってたりするんで、あれですけど、でもまあ、そう。まあ、でもそれはやっぱりね、作業療法室であるとか、まあ、リハビリテーション室という形で一定の特定条件下をあらかじめ作って、その中は安心だから、まあ、なんというのかな。ある程度の不意打ちがあっても、まあ、自分がこうね、恐れる必要のない状況なんだっていうことをね、まあ、分かってもらえてるっていうところはあると思うんでね。まあ、そのおかげかもしれないですよね。そうな。精神科でね、まあ、壁を背にしている患者さんがね、なんで壁を背にして、その自分の背中を絶対ね、まあ、周囲の人たちに見せないのかとかね、まあ、そういうところとかもね、関連してきそうですけどね。あ、いいこと言いますね。除波球ですね。確かに。そうね。除波球、球波除で、ね、まあ、状況をね、うまくコントロールしていくっていうのはありだと思いますね。まあ、状況をコントロールするっていうより、まあ、場の慣れをね、演出していく、作っていくっていうのはいいかもしれないですね。はい。ということで、まあ、ちょっと今日はこのくらいにしておきましょうかね。補足であるとか、あれこれがね、ちょっと多くなっちゃいましたけど、まあ、今日の内容ね、まあ、いろんな、こう、関わり方のポイントになるところも、まあ、あったかなと思いますんでね。まあ、皆さんもですね、ぜひ、まあ、何かそういう、まあ、気になるところとかですね、まあ、こういう関わりしたんだけど、これってどうだったんだろうみたいなね。まあ、最初、いや、俺もわかんねえって言うかもしれないですけどね。まあ、いろいろとこうやってね、やりとりできたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひコメントなどいただければ嬉しく思います。ということで今日はですね、世界は私の中心、統合失調症の特性と理解のためのガイドということでお話をしていきます。まあ、今日の内容とかですね、もっと詳しく、まあ、よりね、専門的な形で学んでみたいなという方はですね、e ラーニングの教材なんかをですね、現在リハカレで販売しておりますのでね、まあ、そちらでまるっとまとめてですね、学習していただくのも OK かなと思いますんでね、合わせて、ぜひ、お買い求めください。さあ、ということで、早速やっていきましょう。まずはですね、今日のテーマ、まあ、私は世界の中心と言いましたけど、改めてね、ちょっと言い換えると、自分を中心に物事を考えがちというですね、統合失調症の方の特性とその対処法ということになります。まあ、どうしてもね、統合失調症を抱える方々の中にはですね、まあ、時に自分を世界の中心に位置づけて物事を考えてしまうと、まあ、そんな方たちがいらっしゃいます。まあね、確かにね、そういえばと思う方もいると思います。ね、この辺がですね、まあ、まだね、目に見えて分かりやすい部分でもあったりするのでね、まあ、先日もね、精神科で働く理学療法士さんたちが増えてきてですね、まあ、普通にこうね、機能訓練であるとかですね、廃業の予防であるとかっていう形でね、関わっている方たちが、本当少しずつ増えてきてるなというふうには思うのですが、まあ、なかなかね、こう、
どう関わっていったものかとかですね、突然突拍子もなくですね、自分とはこう全く関係のないようなですね世界観で物事を話されたりしてしまうとですね、まあ、セラピストも、まあ、悩んだり迷ってしまうかと思いますのでね、少しでもガイドになればと思います。で、まあこのね、自分を中心に物事を考えがちっていうところはですね、まあ今回その病理的な部分であるとか細かいところはね、まあ若干割愛しちゃってるんですが、まあ大枠でね見ていけばですね、やはりこうね、物事の多面性っていうものであるとか、他人の視点で、物事を理解するっていうのが難しいんですね。まあこれ一般の人でもこうね、慣れてないとすぐ自分中心になってしまう。っていうのがあると思うんですけど、そのレベルではないんですね。やっぱり皆さんこうね、まあ、脳の不具合が起きていて、自分中心に物事を考えているっていう状況と、ね、ついこうね、まあ、利己的な理由であるとかですね、何らかの理由でもって自分中心で考えるっていうね、それを混同しがちなんですけど、ちょっとそうではないですね。完全に脳の不具合でもって、でその人が感じている世界っていうものは、自分たち、まあ、いわゆる健常者、あるいはセラピストっていう立場でですね、関わっていく人たちが見ている世界とは、全く違う世界を見て、その世界が存在していると確信を持ってですね、生きていらっしゃるんですね。まあ、そこまでちょっと強固な方じゃないっていう形でね、まあ、診断を受けてて、でそこまでじゃねえよっていうツッコミをね、くださる方もね、当事者の方でいるんですけど、そこまで重い方はね、本当に重いですし、その部分がね、まあ、不具合が起きてなければですね、こういったことはね、まあ、起きないことも多いのでね、まあ、これは本当に人によって違うのでね、まあ、そこは、あらかじめご了承ください。改めてね、この多面性や他人の視点での理解が難しいと。まあそうなってくるんで、まあ自分自身の認識っていうのがね、まあやっぱりそこも難しさを感じていることがあるんじゃないかなっていうのはあります。まあなのでね、この特性をこう理解しようとするっていうのはね、ちょっと難しさも感じるとは思うんですけど、まあそこをね、ちゃんとこう理解して、で、その上で、まあ、適切な対処法というものをですね、一緒に学習していくことで日常生活であるとか、まあ、社会参加の支援につながっていくというふうに考えています。じゃあですね、まあ、いくつか、まあ、エピソードみたいな形でね、紹介できるものがあれば、それを紹介しつつ、その特性っていうものがね、どういう形で人に影響を与えるのかっていうのをね、イメージしていただけたらなと思います。で、どうしてもね、この統合失調症をね、持つ方の中では、こう、まあ、さっきとはちょっとまた言い方変えますけど、世界は誰もが自分と同じものを見ている。ね、世界は誰もが自分と同じものを見ているっていうふうにですね、本気で思ってるんですね。まあ、そういう方もいます。まあ、なのでね、まあ、他の人が自分とは違う視点を持っているっていう認識がそもそもない人もいるんですね。で、いや、人の視点で見れるよっていう方は、そこの部分が、まあ、不具合を起こしてないというタイプっていうだけです。ね、中にはいらっしゃいます。で、まあ、自分が知ってるっていうことは、相手も知っているというふうに考えてるんですね。まあ、なので、意見を述べる際であるとか、まあ、そういう時にね、前提の知識を省略してしまう傾向があるわけですね。だからこうね、そもそもこう、自分が思った瞬間のことは相手にも伝わってるというふうに、まあ、そういう世界線の中で生きてらっしゃいますんで、自分が相手がね、自分の立場や思考をもうすでに理解しているというふうに思って、まあ、そういう過程で、さらに追加で話題を、ね、出してこようとするんですね。まあ、なのでね、今回はなかなかいい、まあ、アイキャッチというか、アイキャッチに使ったイラストはね、まさにこういう感じなんですよ。ね、まあ、中心の方が、まあ、そういった患者さんで、なんかいろいろとね、こう話してくるんだけど、まあ、両脇の人たちはですね、まあ、ちょっとこう、いまいち理解ができないと。この人は何を言ってるのか、何を前提にして話してるのかな、うちら知ってると思って話してるけど大丈夫かなとなってしまうわけですね。
じゃあちょっとわかりやすい例として、例えば A さんという人がいたとします。で、自分がこう興味や知識のね、まあ、自分の持っている興味であるとか関心であるとかね、知識であるとかっていうものは周囲の人たちと共有していると、ね、思った瞬間に伝わっているというふうにね、まあ、考えているわけですね。なので A さんが、まあ、大の映画好きだったとしたらですね、まあ、新作映画、じゃあ最近だと君たちはどう生きるのかをね、どう生きるかをね、まあ、見てきて、ね、しかもこうね、朝一で、ね、見てきて、で、他の人たちは、まあ、なんていうのかな、まあ、朝一で行ってるわけじゃないので、その後ね、同じ映画館から出てきたわけでもないのに、ね、もう、その後会った人たちとですね、どうね、面白かったよね、みたいな感じでですね、いや、あのシーンはさ、みたいなことで突然ね、話し出して、いやいや、俺たちまだ見てないから、いやいや、見てないってことないでしょ、みたいな感じでですね、なんかこうね、お互いがね、どんどんすれ違っていくと。ね。まあ、今のはね、まあちょっと、まあ、ありそうでなさそうな話にはなっちゃってますけど、まあ、こういう形でですね、自分がこう知ってると思ってる前提知識っていうのはもう知れ渡ってる。ね、思った瞬間伝わってるというふうにね、そういう前提でもって話し始めるので、そもそも会話が成り立たないっていうことになっちゃうわけですね。また違った、ね、視点でいけばですね、相手の身になって考えるっていう概念をですね、まあ、理解するのがやっぱり難しいわけですよ。ね、自分から見た、世界の視点、ね、自分から見た世界の視点しか持ってないわけですから、どうしてもですね、こう他の人も、ね、別な視点、思考でもって世の中を見ているっていうところがですね、やっぱり理解が難しいみたいですね。まあ、なのでね、他の人の感情であるとか、まあ、意見っていうものをですね、理解するのがちょっと難しいと。で、そういうことを言われたとしても対応するのが難しいっていうね、そんなことになっているわけですね。まあ、なのでね、どうしてもこう相手から見た自分の姿っていうのもちょっといまいちピンときてないですし、ね、ってなってくると、まあ、そこから広がってですね、結局のところ他者視点での自己認識が困難ってことは病識が乏しいというですね、皆さんがこうよく、まあ学生さんとかがすぐね、こう書きたがる病識が乏しいっていうふうにね、一言で書くけど、じゃあその病識が乏しいっていう状況って一体どういうことなのっていうのをね、考えていくと今言ったようなですね、別な世界線で生きてるみたいなところがね、まあ関連してきてたりするわけですね。さあ、じゃあですね、これらの特性を理解して対処するには、ね、まあ、具体的なケーススタディとですね、反復練習が有効というふうには、まあ、いわゆる精神科リハビリテーション、ね、精神科での治療っていうところでは言われています。ね、具体的なケーススタディ、反復練習。ね、なんでね、まあ、SST、ね、ソーシャルスキルストレーニングとかですね、まあ、ロールプレイとかをやって、役割を与えて、一つ一つの、こう、出来事に対しての対処技能、コーピングスキルというやつですね。ね、皆さん、対処するにはっていう言葉がきついとか言いますけど、まあ、対処するしかないんですよ。これは、僕たちが、その患者さんに対処するんじゃなくて、患者さん自身が、ね、当事者の方自身が世の中の動きに対して対処していかなきゃいけない、ね、コーピングスキル、対処技能としてのものを見ていかなきゃいけないというところがあるので、本当にこうね、具体的な、なるべく具体的な場面を設定して、でこの時どうするっていうようなことをですね、まあ、一個一個考えて、まあ、事例をこう積み重ねていくしかないわけですね。で、まあ、どうしてもね、そんな世の中ですね、こちらが想定したような事例を飛び越えた出来事がよく起きるわけで、まあ、そういう時にね、不穏になってしまう、ね、ストレスフルな状態になって、再発してしまうということが起きますので、まあ、社会で生きようとするとどうしてもね、この対処技能とか、まあ、ストレスのマネジメントであるとかっていうところをね、ほんと十分にやっていかなきゃいけなくなるわけですね。と、まあまあね、いろいろと言ってきましたけど、ね、いわゆるこうコーピングスキルとして、その都度その都度ですね、他者の視点であるとか感情を理解する練習を重ねる、ね、で徐々に他者視点の、まあ、理解というかですね、
それがこう表面的なものであってもいいから、こういうね反応が来たらこう返すというですね、まあそういったことをですね、まあやっていく中でですね、あの少しずつ、まあお薬などもねうまく効いてくればですね、まああの新しいこうシナプスを構成する可能性も出てきますんでね、自己認識、自己理解っていうところのね、まあ、改善にもつながっていくことがね可能になるんじゃないかなというふうには考えられているわけですね。さあという感じなんですけどね、まあどうでしょうね、もうちょっとケーススタディ的なところってね、まあ、いくつか考えられるものがあってもいいのかなとも思うんですけどね、多分このケーススタディっていうのがちょっとね皆さんこうピンときづらいと思うんですよね。まあ例えばね、まあ別な、まあ先ほど A さんって言ったからじゃあ A さんに今回もしておきますけど、ある日 A さんがね、夜更かしして、まあ、テレビをこう見ていたところ、隣のね、部屋の人から夜遅くまでテレビの音を大きくしていると眠れないというふうなクレームが来たとします。でも A さんはそのクレームを理解できなかったんですね。いやだって自分眠れるし、ね、他の人も眠れるはずでしょっていうふうに考えちゃうわけですね。まあじゃあこのね、こんなようなことを言ってる方の場合、じゃあどういうふうに、その患者さんに、まあ指導なり誘導なりね、していくのか、その辺のガイドとしてね、まあ、僕たちが考えておけることって一体何なのかなってなると、まあ、まずね、患者さんが自分を中心に考えてしまう傾向があるっていうこと、それ自体をね、理解してもらえるように関わっていきたいですよね。どうしてもね、他の人が自分と同じ感覚や経験を持っていると考えがちなんで、まあ、あの、ね、それはわかるんだけど、ね、他の人は他のことを考えていることだってあるんだよという形でですね、全く同じっていうことはないんだよっていうのをね、根気よくね、伝えていくっていう部分にはなってきますね。で、他にもですね、他の人の視点、これをね、まあ、見つける練習というかですね、まあ、やっぱりこういった具体的なケーススタディとか事例を出していって、ね、他の人がどう感じているのかっていうことをね、まあ、考える練習を、まあ、一緒にしていくっていうことがね、いいんじゃないかなというふうには言われてます。で、他の人が眠っている時間にテレビの音を大きくするとどう思うのか。ね、もう今、じゃあね、その他の人にあなたが今なったとします。ね、今もう眠くてしょうがない。ね、布団をかぶって、ようやく眠りに落ちそうだな、という時に、隣でわっと、ね、テレビの音が鳴り出してきたと。ね、まあ、そういった時って、じゃあどうなのってなるとですね、ね、まあ、その時の感情であるとかですね、思ったことっていうのをですね、まあ、一つ一つね、こう、聞き出して、探り出して、まあね、その時思ったこととか、まあ、思考の過程とかをですね、まあ、書き出すなどしてですね、ガイドしていくっていうのは有効かもしれませんね。で、まあ、あとはね、先ほどから話題に出している繰り返し練習ですよね。まあ、この能力を育てるっていうところではね、まあ、一度や二度の練習ではね、まあ、身につかないのはまあ当然で、まあ、継続的な繰り返し練習っていうのは必要ですよね。で、患者さんがね、自分以外の視点を理解できるようになるまで根気よく練習を続けるっていうことをね、まあできればいいんですけど、まあ、この辺はですね、そうですね、人の脳と記憶のメカニズムのあたりをですね、まあ、学んでいくといいのかなと思うんでね、そっか、これについてはあれだね、教材とかはちょっと古い教材しか置いてないからな、ちょっと2024年バージョンみたいな感じで、リテイクしようかな。とかちょっと考えちゃいますね、この辺はね。と、まあまあ、今みたいな形でですね、ガイドできる状況っていうものをね、まあ、準備していくことって大事になっていきますんでね。まあ、なかなか難しいとはね、思いますけど、まあ、一つ一つですね、一緒にこう、まあ、考えると、ね、理解を深めていくっていうことがね、まあ、大事なんじゃないかなと考えてます。ということでね、今日はね、統合失調症の方のですね、特性の一つである自分を中心に物事を考えがちというものについて解説しました。で、統合失調症を持つ方々ってね、この、まあ、特性によって、日常生活であるとかですね、人間関係にね、まあ、難しさを感じてしまうことって結構あるわけです。まあ、なのでね、ケーススタディと反復練習、これを提案して、まあ、他者の視点、
これを理解できるようになって自己の認識につながる、まあ、そういう形になっていけばいいなということでね、関わっていければと思います。でこれはね OT のね作業療法士の重要な役割の一つにもなると思いますし、まあ、僕たちですね常にこう最適な対処法っていうものをね、模索したり様々なこうケースをですね、いろいろ一緒に想定してですね練習していく、まあ、そんな準備が必要になるんじゃないかなと思いますのでね、まあ、これからもですねこういう形でなるべくエピソードという形で紹介していきたいと思いますのでね、今後も継続してご視聴いただければ嬉しく思います。さあということでね、まあ、今日はこのくらいにしていきましょう。ね。もう一度ですね、リハカレで提供しているですね、テキストというのかな、教材のですね、リンクを置きましたのでね、興味ある方はね、ぜひ改めてご覧になっていただければと思います。皆さんからですね、いろいろとご要望あればですね、どんどんこう教材作っていこうかなと思いますので、まあ、ご意見などはね、まあ、どんどん出していただければなと思います。ということで、今日はね、秘密を持てない、統合失調症の特性と理解のための指南ということでですね、まあ、秘密を持つことができない。ね、そんな特性を持ってますので、まあ、そちらに対してですね、まあ、リハビリテーション専門職として、ね、どう関わっていくのか、ね、ここ最近話題になっている、ね、精神科で働く PT さんたちもですね、まあ、よく聞く話題としては、まあ、学校で、ね、精神医学は勉強したけど実際に、ね、こう関わろうとした時はよく分かんないと、ね、そんなお話はよく聞きますので、まあ、そういったところからですね、そういったところというかですね、特に精神科で働こうとしている PT さん、で働くことになっちゃった PT さんにですね、まあ、なんかこう考える、きっかけになっていったらいいなと思っております。じゃあ改めて、秘密を持つことが難しい、ね、このお話でございます。まあ、これはですね、統合失調症の方が、まあ、常にね、まあ、何者かに監視されている感覚っていうものがあったりするんですね。他の人との、人と、まあ、自分との境界線、これがなくなっていて、秘密を持つっていうことはですね、境界線を引いて、ね、まあ、なんていうのかな、他の人と自分は別々な個体、別々な存在である、いわゆる単独者として自分の意識を持つっていうことになるんですね。まあ、ですので、それ自体がですね、結構ストレスフルだったりしてですね、まあ、日常の中で耐えられなくなってくるというようなことが起きるんですね。まあ、結果としてですね、自分のこう意識が他の人からまあ秘密が保たれている感覚、それ自体がね苦痛に感じるっていう人たちもいるんですね。まあ、結構微妙ですよねこれ。ね、どういうことってね多分思うと思うんですね。で、自分と他人との境界線が曖昧っていうところでね、まあ、非常にこう、ピンとこないところがあると思うんですけど、まあ、以前の動画でも説明した通り、で自分がいて相手がいて、で、それぞれ違う存在なんだよっていうことがまず分かんないっていう方もいるんですよ。で、まあ、軽い方だとその境界線が曖昧で、前の動画で言ってたその主語が抜けて、まあ、述語優位で全部話してしまうと。で誰が何を言ったっていうところを、まあ、すっ飛ばしてですね突然話を始めてしまうためにね、いやなんでわかんないのみたいな対応をですね統合失調症の方から、まあ、されてしまうと、まあ、そんなこともあるわけですね。まあ、それが、まあ、あるためにというんですかね、そういったねこう他人と自分との境界線が曖昧で自分が思ったことは相手も同時に、思っている感じていると、まあ、そんな特性もありますし、まあ、それと同時にですね、まあ、自分はこうね、すべてこうね、明けっぴろげな状態であるから、ね、自分とは違う誰かっていうものを感じたときに、そういった人から監視されてるんじゃないかと、被害的に感じてしまうこともあるわけですね。まあ、そのためにですね、まあ、先ほども微妙な問題だよねと言ったようにですね、まあ、自分と他人っていうものが顕著に現れる場面ほど患者さんにとってはねストレスフルになってくるんですね。まあ、なのでね、まあ対立や緊張っていうものが起きやすい場面で特にね、こういった何ていうのかな、秘密を持てない状況に対してストレスを感じるっていうところがね、まあ、あらわになってしまうんですね。で、
なんでかって言えば、ね、自分が単独者であることに直面してしまう。ね、実は自分はね、こう、全てから切り離された、ね、自分が考えたことが相手に同時に伝わっている、ね、秘密なんて存在しないんだなんてことはなくですね、誰もが秘密を持っていて、ね、意識の共有もしてないし、なんだ、まあ、他の人が何を思っているのかわからない、ね、遠くで話していることはもしかしたら、ね、聞こえてはいないけど自分のことについて話しているのかもしれないというようなね、被害的な妄想につながっていく、で勘違いなんだけど、そういうふうにつながっていってどんどん膨らんでいってしまうということがあるわけですね。まあ、なのでね、こう自分が単独者であることに直面することによって、まあ、いわゆるこう緊張に耐えられずに作為体験であるとか幻覚妄想を生み出しているんじゃないかとも言われているわけですね。さあ、ここまでが特性のお話です。じゃあこの特性を理解した上で、OT さん、まあ、そして PT さんもね、最近は入ってきてるわけですからね、まあまあ、どのように関わっていけばいいのか、ね、まあ、この方針についてはですね、先ほども言った通り大きく3つあります。で、周囲の支援者は秘密を持たない。で、2つ目が急性期は、請求に説明しない。で、3つ目は、回復期には、病気の指導をする。まあ、それぞれね、もうちょっと具体的にお話をしていきます。まず一つ目のね、周囲の支援者は秘密を持たない。これはね、患者さんが安心してコミュニケーションを取るためにもですね、秘密を持っているっていうことを、まあ、作らないわけですね。もう本当そのまんまです。どういうことかっていうと、患者さんをの同意を得ないでですね、裏でこうね、下準備とかをしちゃって患者さんに持ってくるみたいなことをしないってことですね。常にこういったことをやるけど、ね、こういうことを考えてるんだけど、ね、始めていいどうっていうようなね、皆さんがこうね、普段、いわゆるこう統合失調症じゃない方、ね、どの脳の、ね、動作不良を起こしていない方とやり取りをするときは、ね、そういったこう秘密というかですね、秘密というよりも裏でね、下準備をしたりとかして、お膳立てをしておくっていうことをやってたとしても、まあ、特にね、こう問題になるっていうことはないんですけど、そういったことすらですね、せずにですね、逐一その人とこうやり取りをしながらですね、決めていくっていうようなことをしていった方がいいわけですね。でないとね、勝手に何かこうで相談して行われたっていうことに気がついてしまった時点で、まあ、先ほども言ったようにですね、妄想が強くなったりであるとか、で、自分が単独者であるっていうことを直面してしまって、でそんな話聞いてない、どういうことみたいなことになってですね、伝わってないことをやるなんて君たちは敵なのかみたいにね、どんどんこうね、広がっていってしまうわけですね。なので支援者は秘密を持たず、で常にその人と相談しながら行うということです。で昨日もね、PT さんが普段やってるやり方とかだと、もしかしたらやけどをするかもしれないよっていうのとですね、まあ何気なくこうね、下準備とか事前に、ね、説明しないでやっておいたことっていうのは後々大きな問題になるっていうこともあるんでね、気をつけた方がいい部分ですね。で、二つ目です。ね、急性期は請求に説明しない。まあ、これって、ね、説明が逆にストレスになる可能性を持っているっていうことなんですよ。まあ、急性期だとですね、患者さんは、まだですね、こう、自分自身が単独の存在であるっていうことに直面、するにはですね、まあ、ストレスが大きすぎるわけですね。ね、少しずつですね、その、まあ、薬などでですね、病状が落ち着いてきて、ね、まあ、回復期などに移行するまではですね、病気の説明っていうことをですね、具体的にしないで、ね、まあ、ストレスにならない、ね、そんな生活の場を整えていくであるとか、一つ目で言ったようにですね、患者さんが、自分が、個別の存在である、単独者であるっていうことに直面しないようにですね、環境の設定なんかをしながらですね、行っていくと。今はね、自分がこう統合失調症という病気で、脳の不具合が起きているせいで、さまざまなことが起きているっていうことをですね、無理に直面させる時期ではないということなんですね。
で、最後の3つ目でございます。ね、回復期に病気の指導をする。で、回復期になってようやく病気の指導をするんですけど、先ほどのね、急性期の状況ではですね、まだむき出しの状態でそこに焼きもてを当てられるようなね、状況になってしまうわけですよ。ね、説明をされたことによってですね、自分ってなんかこう、周囲の人たちと違っておかしな行動をとっていたんだっていうことをですね、急性期に直面すると裸に焼きごてっていうような状況なので、まあ、非常にまずいわけですよね。でもこの、回復期に入ってきた時にはですね、まあ、ようやくね、いろいろなことを落ち着いてですね、情報の処理をしていくことができるようになってきている時期なんじゃないかというふうにね、見ることができますので、まあ、少しずつですね、病気の指導を始めていくことになります。ただね、ここで注意しておかなきゃいけないのは、回復期だから、ね、良くなってきたから、ね、いろいろできるっていうのはちょっと誤解なんですよね。良くなってきたからいろいろやるぞっていう形でですね、回復期に入った途端にいろんなことを始めてしまうと、これまたね、ストレスになってしまうことがありますので、まあ、ここもね、ゆっくりとやっていく必要があります。あまり性急にことは進めないということですね。で、それを踏まえて、回復期になった患者さんに対して、まず、ね、自分が、ね、統合失調症であるっていうね、病気の特性とかをですね、少しずつこう勉強する機会なんかを持っていきます。ただその中で今回のね、秘密を持てないというところにスポットを当てた指導。まあ、ここについてね、解説していくと、自分が統合失調症であるっていうことをね、安易に周囲に話さないように指導していきます。これっていうのは自分が秘密を持つ訓練になるわけですね。秘密を持つことができない。ね、先ほど言った通り、自分と相手との境界線が曖昧で、ね、自分のこう考えていることとかは、ね、すでに周囲に伝わっているという思い込みの中でこれまでね、生きてきたわけですけど、実はそうじゃないんだということで、自分が単独者であるっていうことをね、少しずつ、ね、知っていかなきゃいけないわけですね。で、急性期の時はね、裸に焼きごてっていう例えの状況でしたけど、ね、回復期もね、まだあんまり慌ててね、こういろんなことに直面させるのもね大変なので、まあ、一つ一つね、自分のしてきた行動であるとか対応っていうのがちょっとこうね、一般とはずれていたんだなと、ね、この一般常識っていうのはまた別な動画でね、解説してるんでそっち参照ですけど、いずれにしてもですね、こう少しずつ秘密を持っていく。で、自分が、ね、秘密を持っていて、それを、ね、秘密を守ることができるかどうか、でこの訓練をしていくことで、その秘密を持つっていうこと自体がですね、その秘密自体を核として、中心として人格の再統合をですね、図ることにつながっていくわけです。うん、そうですね、脳卒中とかになると、ね、こう脳の機能がね、機能的に物理的に壊れてしまうから新しくね、こう、なんていうの、シナプスをね、別な経路を使って作っていこうとしたりとかもするわけですけど、言ってみればね、こう、子供に戻ってしまって、一個一個ね、新たに訓練をして身につけていくっていうようなのがね、一つイメージとしてよく話されるんですけど、この統合失調症の方のね、人格の再統合っていうのも、その通りで、子供の頃ってやっぱりこう自分と他人との境界が曖昧で、ね、発達の段階でようやく、自分ではない誰かっていうものが存在していて、自分とは全く違うことを考えて生きてるんだなっていうことをね、学習していきますよね。それと同じようにですね、統合失調症の方は、そういった部分がですね、学習することがなかなか難しくてですね、学習したとしてもそれがね、どういうことなのかを理解できないままに、ね、脳の不具合が原因としてね、大人になってきてしまったというところがあるので、自分の中に確固としたこう人格で、自分と他人とは違う存在で、一個の単独者であるという形での人格をね、形成できずに成長してきているというふうにも言われています。
まあ、ですのでね、そういった意味でも、まあ、新たにね、こう一個一個こう成長をしていこうとしているというふうにも言えるわけですね。まあ、なのでね、回復期に病気の指導っていうものを行うことによって、ね、その指導の内容っていうのは秘密を持つ訓練で、その秘密自体がですね、人格を再統合する、ね、そのきっかけになっていくんだよということでございました。とまあね、今日紹介するお話はここまでになります。ね、これらの方針っていうのはね、統合失調症の方とより良い関係を築く、ね、そのための一助になると思いますし、その方がね、社会に戻っていく、ね、社会に出ていくというところでもですね、様々なこう学習、ね、コーピングスキル、対処技能を学んでいくっていうところでもですね、きっかけになるものだと思います。ね、その人がその人らしく生きていく支えに、ね、なっていくことをですね、願っている次第でございます。ということで、今日はですね、統合失調症の方の特性、秘密を持つことが難しいについてですね、まあ、どんな状況なのか、そして、リハビリテーションとして関わるにあたってのね、3つのポイントのようなところ、これを紹介してきました。皆さんにとってですね、なかなかこう身近ではない方もいらっしゃればですね、これからこう精神科で働く、ね、今後精神科で働いていこう、あるいは今働いていて、統合失調症のことをですね、改めて学んでみたいという方はですね、教材なんかも準備しておりますんでね、ぜひ合わせてチェックしてみてください。まあ、本来なら、まあ、体に働きかける作業療法のお話をする月曜日の朝活はなんですが、先ほども紹介した通り、理学療法の日だそうですね。理学療法士の日じゃなくて、理学療法の日だそうです。はい。まあ、それにちなんでですね、最近話題、になってるのかな。精神科で働く PT さん、精神科理学療法士の皆さんがですね、おそらくこの辺でね、直面していることってあるんじゃないのと。まあ、僕も、ね、少なからずリサーチさせてもらってる中でですね、まあ、出てきている、まあ、困ったエピソードがね、まあ、若干あるんですけど、まあ、そういったですね、ところから、まあ、3つの注意点、まあ、これをね、ピックアップしてみましたので、まあ、エピソード含めてですね、紹介していきたいと思います。ということで今日のタイトルは統合失調症の患者さんとのリハビリに挑む理学療法士が知るべき重要な3つのポイントということでお話をしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ早速、お話ししていきますが、まあね、まずね、初めに、まあ、エピソードなんですが、まあ一人のね PT さんが、まあ、精神科でね働き始めているわけですね。まあそうですね、2020年かな、ね、まああのくらいにですね、まああの、まあ、精神科の中でね、理学療法士さんがまあ算定することができるようになったというような変化からですね、まあどうしてもこうね、グループでやってる、まあ、病院をですね、ぐるぐる回る、ね、理学療法士さんも出てきてですね、まあ思いがけず、ね、精神科に配属になってしまうというですね、そんな PT さんです。まあ、どうにかこうにかやってきたんですが、まあ、ある日ね、新しい患者さんの、まあ、疾患別のリハオーダー、まあ、こういったことをね、やることになりました。まあ、疾患別といってもね、まあ、精神科ではね、運動器リハぐらいしかね、できないですけどね、算定がね。まあ、まあ、正直ね、まあ、まだまだね、まあ、入って間もないというところもあるのでね、まあ、今の時期ですから、そうですね、3ヶ月、4ヶ月目に経とうとしてるくらいですからね。やっぱりね、どうしてもね、統合失調症というね、既往歴のところにね、統合失調症とあるとですね、まだね、少しこうね、こう戸惑ってしまうというか、まあ、平たい言葉で言えばビビってしまうというようなことがあるようですね。まあ、そんな中ですね、まあ、リハビリを始めていくわけなんですけど、まあ、最初はね、特に問題もなくね、まあ、軽い雑談も含めてね、順調に進んでいたわけです。そう、普通にね、話しかけて、普通に帰ってくる。ああ、ね、ビビって損したなくらいのですね、気持ちでですね、まあ、いろんなお話をしながらですね、まあ、理学療法を提供していくことになったわけです。ただね、まあ、彼が問いかけた、まあ、一つの質問でですね、まあ、状況が一変してしまうわけです。もう退院ですかねと。ご家族のもとに、帰る予定とかってあるんですか？
まあ、家に帰ったら何かしたいことってあるんですかね。まあ、これがですね、患者さんのスイッチを押しちゃうことになっちゃったんですね。まあ、翌日ね、まあ、彼は患者さんの急な状態悪化、まあ、この連絡をね、ナースさんから受け取るわけですね。もう、理不尽な言いがかり、あるいはこうね、怒鳴り散らかしたり、まあ、あわやね、それに対してね、こう、うるせえぞと、ね、デイルームとかでね、まあ、言ってしまう患者さんがいてですね、まあ、あわや喧嘩にというようなですね、まあ、ちょっと困った状況になってたわけですね。まあ、正直ね、その PT さん困惑するわけですよね。なんで？普通に話してたじゃん、みたいなですね。まあ、当然ですけどね、まあ、理学療法もね、一旦ストップになりますし、まあ、その患者さんもですね、まあ、保護室入りになったりとかっていうこともね、まあ、あります。まあ、そういう状況にもなりかねない状況だったわけですね。まあ、実際ね、怒鳴り散らかして喧嘩になろうっていう状況ではね、まあ、人生目的で、ね、一時的に保護室に入るってこともありますからね。さあ、まあ、こんな状況になってしまったわけです。さてさて、皆様、ね、今回のこのエピソードね、まあ、一体何がね、問題だったんでしょうか。ね、まあ、問題、はたまた、ね、それともどこか注意するべき点ってあったんでしょうか。まあ、そういう点でね、このエピソードをもう一回見ていくとですね、まあ、PT さんとして注意するべきポイントがね、3つほど出てくるんですね。まあ、1つ目はね、というかもう進んじゃっていいのかな。ね、なんかリアクションいただけるとね、それはそれでありがたいんですが、まあ、一応ね、3つ準備してきてます。ね、まあ、状況としては、もう一回ね、簡単に説明すればね、まあ、ね、最初こうね、ビビッ、まあ、若干、統合失調症の方に対して、まあ、その起用歴を見てね、まあ、ビビって、やり取りをしてた PT さんがですね、まあ、普通にやり取りができるっていうところでね、まあ、若干自分からね、気を許して、まあ、フランクにね、話しかけるようになっていてですね、まあ、退院とかね、そういったお話とかも出てきている中でですね、まあ、少しその退院について、まあ、将来についてのお話とかをしてみたらですね、まあ、翌日、ね、病棟からの申し送りではね、なんか変なことになってる。まあ、そこでね、随分困惑してしまったと。まあ、そんなエピソードでしたね。さあ、改めてですね、3つのポイントということでね、今日は、まあ、区切らせてもらってるわけですが、まあ、一つずつ紹介していきましょう。まず一つ目ね、まあ、精神疾患に対する、まあ、理解を深めるって、まあ、大事だよね、というところがポイントですよね。まあ、当然っちゃ当然なんですけど、この当然の部分がですね、これまでずっとこうね、いわゆる、なんていうのかな、まあ、入院してる、ね、まあ、精神科の病気をお持ちの方、脳の不具合を抱えている方をですね、まあ、入院してる方を見るっていう機会少なかったと思うんですね。入院していて、もう、まあ、ね、まあ、一般科に、ね、統合失調症、まあ、の、であるとかね、まあ、そういった起用があるよっていうことで、まあ、転院してくる方っていうのもいたとしても、で、理学療法始まる前に治療が終わったら、まあ、すぐね、精神科の病院に戻してしまうっていうことが結構多い。まあ、僕の時はそういうのが結構多かったんですけど、まあ、そういうこともあってね、まあ、一般科で働いている時にはね、まあ、数ある患者さんのうちの一人ですし、まあ、20分しか関われないからそこまでね、まあ、深いお話をするっていうこともなく、ね、しかも病棟を巡っていても顔を合わせることもなくというところでいけばですね、まあ、あまりこうね、その一般科で関わっていた時のノリで、精神科の、ね、病棟の中とかね、まあ、理学療法を行うスペースの中でね、話をしているとですね、まあ、何がこうね、まあ、症状に対してこうトリガーになっているのかっていうのがね、つかめないまま、やらかしてしまうことってまあたまにあるんですよね。まあ、それが今回の一つだったかもしれませんよね。まあ、特にね、統合失調症の方ってなるとですね、まあ、どうしても別な世界線の中で生きてらっしゃる方もいらっしゃいます。いわゆる妄想と言われるものであるとか、そうですね、まあ、幻聴、まあ、妄想があってそこからね、降りてくる、まあ、幻聴とかですね、そういったものに、そう、まあ、操作というかね、世界の半分以上をですね、持っていかれていて、で、まあね、今、実際にこう関わっている、まあ、一般の人とのね、つながりがある、この
現実世界っていうものとは違うね、世界を見ながら並行してね、生きてらっしゃるんで、まあ、非常に難しさを感じると思うんですね。まあ、なのでね、まあ、いわゆるこう、統合失調症の患者さんはこうだっていうようなね、まあ、テンプレのような、まあ、基本的な、まあ、疾患のね、まあ、内容っていうところを抑えてはいると思うんですけど、それに当てはめようとしてしまって、いたりであるとかですね。まあ、統合失調症の患者さんってこうだよねっていうところから、ね、決めつけて関わってしまうところでですね、その決めつけてしまっていること自体がですね、まあ、その患者さんには当てはまらないことっていうものはあるんですね。まあ、なのでね、個々の患者さんの状態をね、まあ、しっかりというか、まあ、丁寧にね、観察していく必要があるし、まあ、理解することってね、結構重要だったりします。まあ、ね、まあ、OT さんだと実習中にね、この人のカルテこんなに分厚いのって思うくらいに、まあ、何冊もあったりするんですよね。分冊されてたりとかしてね。で、それを全部こう確認しようとすると、えらい時間がかかってということで、ね、この人こんなに歴史のある人なんだと。こういうふうなことをね、まあ、実感すること多いと思うんですけど、さすがに、ね、PT さんそこまで全部見てはいないと思いますからね、まあ、圧倒されるような歴史を持ってらっしゃる方もいますのでね、その方をね、しっかりこう理解していこうというところでね、まあ、そこも大事になってくるわけですね。まあ、とはいえ、ね、いわゆる精神疾患に対する理解、まあ、これを深めるっていうところはね、まあ、一つ目になってくると考えております。さあ、二つ目です。二つ目はね、コミュニケーションにおける注意点という部分です。まあ、どうしてもね、こう、精神疾患を持つ患者さんとのコミュニケーション。まあ、これって、まあ、体調であるとかね、まあ、状態によって変わるってことがね、まあ、多いわけですよ。まあ、特にね、まあ、今回の彼の場合は、まあ、思いがけないというふうに、まあ、PT さんは思ったかと思うんですけど、多分ね、多分カルテしっかり読んでたら、家族関係の会話とか、ね、家にね、戻れない人なのかもしれないですよね。退院っていう話はあったとしても、ね、まあ、家に戻るんではなくて、例えばグループホームであるとか、まあ、一人暮らしが可能なのであればですね、病院の敷地からね、まあ、究極敷地内にある、まあ、アパートとかですよね。まあ、そういったものを、まあ、立てて、そこから、まあ、外来作業療法、あるいはショートケア、デイケアにね、通ってくるっていうような形で、まあ、厳密な意味で退院なのかっていうとなかなかあれですけど、まあ、そういう退院の仕方とかもありますからね。まあ、そういった事前情報とかがね、ある程度あればですね、まあ、分かっていた、避けられたトラブルだったかもしれないですよね。もちろんこれってね、体調とか状態っていうよりはその人の過去のエピソード、物語のところがね、影響している部分ではあるんですが、まあ、そうですね。まあ、コミュニケーションをね、こううまく取っていたとしても、取っていると思ってたとしてもですね、まあ、何気ないこう、身振り手振りみたいなものがですね、その人に影響を与えるなんてこともあるわけですね。もちろんそういった時にね、必ずしなきゃいけないのは、何かその妄想につながりそうな誤解が生じていたんだとしたら、その誤解はその場で解消しておいた方がいいというふうには言われてます。まあ、妄想につながっていくっていうところではですね、まあ 別な動画でもね、この前紹介したと思うんですけど、ね、まあ、自分がね、毎回寝ようとすると、ね、隣の部屋の人がテレビをつけるんだと、ね。これは私を寝かせないためにやっているんだ。これは毎日起きてるんだ、ね。だから隣の人間は私を監視するためにずっとこうね、私のそばにいるんだっていう形でどんどんね、妄想を膨らませていってしまうことがあるんですね。いや、ただの偶然だよと。ね、だってその時間ね、こういったテレビやってるからさ、隣の人ね、ドラマが好きなんじゃないのみたいなね。まあ、そういう形でね、まあ、現実的なところであるとか、本人が誤解したようなね、何かエピソードがあればその場で解消しておく、ね、誤解はすぐ解くみたいなね、まあ、そういったところであるとかね、やっぱり精神科なりのですね、コミュニケーションの注意点みたいなものがね、まあ、少なからずありますのでね、まあ、一般的なね、その体調や状態を見て、ね、言葉を選ぶっていうものとはね、違った
まあ、原則的な部分とかもね、まあ、あったりしますんで、まあ、その辺もね、ある程度こう、まあ、現場でおそらくこう、OT さんとかがね、まあ、その辺まとめて、いたりとかですね、この人はこういう話しちゃダメだよとかね、この人はね、なんだ、男性が嫌いだから、とにかく視界に入らない位置にいてっていうようなね、無茶ぶりされたりとかですね。いや、ほんとあるんですよ。ね、80平米ある、部屋のね、全く反対側、ね、対角線上に、いたんですけど、その女性からですね、こう、ずっと睨まれてたりとかですね。まあ僕はスタッフなわけですからね、一箇所に留まってなんかするってことはできずにですね、まあ室内うろうろして、ね、いろんな人たちに声かけたりとかですね、まあしている中でですね、まあどっか腰落ち着けて、一旦こうね、作業に、まあ一緒にね、指導とかしながらやってる時にね、その人が後ろ通り抜けざまにね、まあすごくね、ひどい言葉でね、後ろから罵って通り過ぎていくみたいなね、まあそんなこともあるわけですね。まあ、そういう注意点とかね、その病院ごと、OT 室ごととかにね、あったりしますんで、まあそこはね、ほんと、事前のコミュニケーションであるとか、情報収集っていうのがね、まあ、結構大事だったりしますんでね、まあしっかりやっておくといいんじゃないかなということです。ということで、二つ目はコミュニケーションにおける注意点をチェックしておこうというものですね。さあ、そして三つ目です。三つ目はね、ストレスとバーンアウトの対策ですね。精神科でのね、まあ、リハビリ、患者さんだけではなくて、まあ、療法士自身もね、精神的な負担が大きくなることあります。僕はもうさすがにさっきみたいなね、後ろ通り抜けざまね、ほんとひどいことを言われたりとかするわけですよ。ね。でも学生さんとかね、それ初めて体験したとき、もうかなりね、落ち込んじゃったりとかですね。っていうこともあってですね、いえいえね、こういう理由があるんだよね、みたいなね、ところで説明してもね、やっぱりなかなかこうね、まあ、一度こう落ち込んだ気持ちとかっていうのに戻っては来づらいところがあるんですよね。なのでね、まあ、あれはちょっとこう、学生さんにね、あらかじめ言っておいた方がいいのかっていうのはね、なかなかね、まあ難しいところもあって、ちょっとこっちも最初のうちは言いよどんでたところはあったんですけど、患者さんにも良くないなっていうので、あらかじめね、まあちょっとごつめの男性陣にはね、まあそういう話とかはしてましたけどね。まあでもそういった患者さんは逆にね、親しくなるとスキンシップが多くなったりとかね、距離感がね、壊れてる場合がありますんでね。まあそういったところで、こうね、逆に慣れ慣れしくされてしまうことでの、自分自身、療法士側のストレスみたいなところもね、出てきますので、まあ、ね、本当にこうメンタルヘルスを維持するための、まあ、対策というのはね、自分自身のためにもね、ちゃんと、抑えておくこと。まあ、これが大事になってくるんじゃないかなというのが、まあ、ポイントになってきますね。まあ、多くはね、もう昔はスタッフもね、もう喫煙パカパカしてる人もいればですね、まあ、プライベートな時間になったら、もう切り替えて、プライベートを楽しむみたいなね。もう山に登るのが好きな人もいればね、感激する人もいれば、ね、もうゲームに没頭するような、私のような人もいればですね。あとはやっぱスポーツとかね、スタッフ同士でフットサルとかね、そういうのにこうね、徒党を組んで行って、発散してから帰るみたいな人たちも結構いましたね。まあなのでね、まあ思い詰めてしまうとですね、であるとかをこうね、その人のために何かしようっていうとですね、逆にこうのれんに腕押しというか、ね、本当にこう、そう、まあ、患者さん自身もそういった自分自身のアイデンティティであるとかね、うん、自分自身のこう、なんていうのかな、真のある個性、個別性、その人らしさみたいなものが、すごくこうね、弱くなってる場合もあるんで、なんていうのかな、こう、頑張ろうってね、まあ、今回の方とか、さっき紹介したエピソードとはまた違う方の話になっちゃいますけど、まあ、頑張ってその人と関わろうとすればするほど、療法士側が疲れてしまうっていうようなこともありますんでね、本当にね、こう、ストレスとバーンアウトの対策、これは個々人のね、
解消法になってきますんで、こういうことすればいいよとはね、なかなか言いづらいところがあるんでね。まあ、少なくともなんか、ね、発散の、発散するためのね、自分の趣味と、ね、なんだ、病院の職場関係だけのコミュニティではない外のコミュニティをちゃんと作っておきなさいよと、ね、いうようなことを、本当に患者さんに言うようなね、一般的なことしか言えないんですけど、まあそういうことをね、やっておくといいんじゃないのという話になっちゃいますね。さあ、ということでね、まあ今日はね、まあ3つ、紹介しました、ね。精神疾患に対する理解を深めるコミュニケーションの注意点、まあコミュニケーションで、まあ情報をね、しっかり集めておきましょうと。で、ストレスとバーンアウトの対策をしておきましょう。ね、バーンアウト大丈夫だよね。燃え尽き症候群ですよ。ね、まあ燃え尽き症候群にならないように対策しておきましょうということの3つでした。まあいろいろ言いましたけどね。まあまあ正直、一人一人こうね、全く違う、病気とも言えるくらいに精神科の病気ってね、エピソードが重視されていてね、まあ、物語の部分をね、しっかり読み取っていかないといけない部分があります。まあ、そこにね、さらに脳の不具合なわけですから、まあ、かなり複雑な病態がね、まあ、出ているというところはね、あらかじめ理解しておかなきゃいけないところもありますんでね、まあ、適切なリハビリという形でね、まあ、提供していくっていうものがね、まあ、どうしてもこう、まあ、OT さんも PT さんもね、求められてきますのでね、まあ、ぜひね、その方の病態を理解するためのね、勉強っていうものね、欠かさずやっていただけたらいいんじゃないかなと思っている次第でございます。ということでね、まあ今日のエピソード、まあエピソードよりも解説の方長くなっちゃいましたけど、まあ皆さんがね、精神科で、まあ、リハビリをこうね、提供する際のね、まあ、これまでちょっと見落としてたなということであればね、新たな視点となってね、糧になっていれば嬉しく思います。ということで、まあ今日のようなね、方、皆さんだったらどのように対応するでしょうか。ぜひ皆さんのご意見もね、いただければ嬉しく思います。まあ、今回の内容もですね、まあ、実は、これまで行ったね、まあ、オンラインセミナーの中でもですね、紹介しています。まあ、ですけどね、その紹介の中では少しね、まあ、どうしても時間の関係でですね、割愛せざるを得なかったエピソード的な部分ですね。まあ、それをですね、こうやって、まあ、動画で、簡単に紹介しているというものになっています。まだね、教材とかね、見たことないという方はですね、概要欄に、まあ、リンクを置いておきましたのでね、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということでね、早速内容に入っていきましょう。まずですね、まあ、今回は、統合失調症の特性の一つでもある、まあ、場の空気が読めないというかですね、まあ、場にふさわしい行動が取れないというですね、まあ、そういった特性について、少し、紹介していきたいなということでございます。なるべくね、こう、まあ、わかりやすいかなとは思うんですけど、エピソードを交えてですね、この特性の背景であるとかですね、リハビリテーションの際のアプローチの、まあ、方針というかですね、まあ、そういったものを紹介します。まずね、まあ、エピソードなんですけど、まあ、A さんという方がまあいたとします。まあ、彼はですね、まあ、会社の忘年会とかでですね、まあ、もう今は昔な雰囲気ですけどね、みんながこうね、なんかノリノリでカラオケ歌ってたりとかですね、まあ、思い思いにテーブルごとでですね、まあ、楽しんでたわけですよね。ですけどね、突如としてですね、なんか真面目な話を始めちゃって、場の空気をね、まあ、冷めさせてしまうというかですね、一変させてしまう。まあ、そんなことをね、してしまったんですね。まあもしかするとですね、なんかこう、皆さんもそんな経験ね、まあ日常で働いてる中でね、いや、今その話するタイミングじゃないじゃんっていうところでね、まあ言ってきてしまう方もいると思うんですよね。まあ、そういったね、ことって、まあ、まあよくあるという形でね、まあ見られるものでもあると思うんですけど、まあ、やっぱりね、それにはですね、まあ A さんにとってはですね、必要なことだったりしたわけなんですね。じゃあなんでね、その A さんはそんな行動をとってしまったのか、まあ、少しね、解説していきたいと思います。まずね、統合失調症の方って、まず場面の脈絡で、これを読むのが難しいことがあるんですね。つまりこうね、まあ、話の流れに合わせてですね、それをこう理解していくっていうところが難しいというやつです。まあ、以前紹介した、主語優位ではなくて、述語優位で、ですね。まあ、物事をこうね、理解しようとしてしまうと。
で、主語が誰なのかっていうところを置き去りにしてしまってですね、まあ、述語の部分ですよね、何々だったとかこうだったとこういうようなですね、部分にばかりとらわれてしまってですね、まあ、話が長くなれば長くなるほどですね、脈絡がこう分からなくなってくるというところがあるわけですね。で、またそういったことに対して臨機応変にね、対応する能力がまあ低い方もいらっしゃいますので、どうしてもね、杓子定規な対応をすることが多くなってきます。で、まあそれっていうのはまあね、コーピングスキルとしてね、培ってきた、まあ、対処技能とも言えるんですけど、それがね、周囲の人たちにとってはちょっとまたね、まあキーに移るというかですね、親という形でね、移ってしまう場合もあるわけですね。ただね、これ全てが全て病気の症状かって言えるとそうじゃない場合もあるんですね。まあそこはちょっと難しいところなんですけど、どうしてもね、統合失調症の方って、まあ、過覚醒であるとかですね、情報過多というものに対して非常に脆弱な部分を持っています。これはあのね、精神的に弱いとかそういう話じゃなくて、脳が機能不全を起こしていて、すべての情報を受け止めてしまう。皆さんだったら、こうね、まあ、いわゆる健常人と言われる人たちは、まあ、ある程度、こうね、フィルターが備わってるわけですね。で、そのフィルターを通じて、自分のこう、理解しやすい部分っていうものをかいつまんで、こう、情報を受け止めるので、すべての情報を受け止めようとしないで、まあ、日々生きてるわけですね。それでどうにかなってるんですけど、ただ、統合失調症の方って、そういったフィルターに、まあ、よくね、目詰まりを、フィルターが目詰まりを起こしてんじゃないとかっていう人言いますけど、逆で、フィルターの目がですね、まあ、大きくなってる。あるいは、フィルター自体がなくなってるという状況なので、すべての情報をこう取捨選択することができなく受け止めてしまうタイプの方もいらっしゃるわけですね。ってなってくると、まあ、非常にうるさいわけですよ。まあ、特にね、先ほど例に出した、まあ、忘年会みたいなね、全員が集まってワイワイガヤガヤやってる。ね、人間、普通はカクテルパーティー効果といってね、誰かに集中したらその人の声だけ聞こえる状況になるんですけど、さっきも言ったように、統合失調症の方はそういった情報処理の能力、ね、そこが、まあ、損なわれている場合があるわけですね。統合失調症の統合っていうのは情報を統合するのが難しいというふうにね、覚えていただくのもわかりやすいかと思います。で、情報を、統合して、そして自分自身でこう分かりやすい形で解釈していくという部分が損なわれていますので、それによってですね、非常にこうガヤガヤした場であるとか、ね、誰かがこうカラオケでですね、大きいスピーカーで、それこそ天から声が降ってくるような形でですね、まあスピーカーから音が降ってくるっていう状況になるとですね、まあ、そういった情報とかに惑わされてしまってですね、非常にこうストレスフルな中でね、こう過ごさなきゃいけなくなるという状況になります。まあ、こうなってくるともうね、まあ、周囲に対してね、まあ、互いというかですね、まあ、こう攻撃的な対応を取ってしまう方もいますし、もう耐えられなくなって悲鳴を上げて逃げ出す人もいます。まあ、最初からそういった場面に行かないっていう選択を取る人もいますしね、まあ、いろいろな対応を取ると思うんですけど、まあ、そんな中でね、社会適応をある程度している方にしてみるとですね、その情報型の世界をですね、どうにか自分の理解できる形にまで削ぎ落としていこうというようなね、まあ、そんなことをする場合があるんですね。なので、世界をこうね、ごちゃごちゃした情報が多い、そんな世の中ではなくて、静的、ね、静かなものにとして捉えてですね、選択肢を少なくして、で、対応を用意しようとするというですね、一つの生存戦略として対応している場合があるんですね。まあ、なので、その方がね、どうにか培ってきた社会適応の術として、そうやってね、こう、降ってくる情報とかを、自分でどうにか得り分けていくことによって、どうにかこう、その場に馴染もうとするわけなんですね。なのでね、場の空気を読めなくて、なんだかね、よくわかんないことを言ってくる。っていうのはですね、もしかするとその人にとっては何かね、その前の、部分で情報が多すぎたのかもしれない、ね、ストレスを感じるような状況にあったのかもしれない、ね、不安に感じたのかもしれない、まあ、そういうものがあるわけですね。
まあ、なので、じゃあここでね、ようやくリハビリの方針という話になってくるんですけど、まあ、こういった特性を持っている方にどう対応していくのか、関わっていくのかってなってくるとですね、どこで不安になってしまうのかっていうのをね、把握することがポイントになってくるわけです。で、何かこう盤の脈絡に合わないことを突然言い出したっていう時には、その前のタイミングの時に何がしかの不安になるような要素があったと思われるんですよね。で、今回のエピソードの方でね、まあ、みんながノリノリでカラオケを歌っている中、突如として真面目な話を始めたと。で、まあ、そのカラオケに対してね、みんながなんかこうね、手拍子叩いたりとかしてなんかやってた。で、さっきのようにその情報が多すぎたっていうのかもしれませんし、もしかするとその歌詞の中でですね、何か一言こうね、自分のセンシティブな部分に引っかかるようなキーワードがある歌が歌われてしまってですね。で、それはね、別に自分のことを歌っているわけではないんだけど、自分のことを言ってるのかもしれないと真剣に捉えてしまったわけですね。で、そこからこうね、不安になってしまうことを回避するためにね、生存戦略として自分がその中でこう何かね、こう自分の中で処理するため、あるいはこうね、周りの情報を遮断していって自分が不安にならない世界を作るためにですね、何かその場とは合わない話題を突然話し始める、そして自分の世界を保とうとしているというような流れになる、なっている可能性があるわけですね。とまあね、こういう形でですね、まあ、どこで不安になっているのかっていう、その不安になる、状況の部分をですね、少しこう把握できるようにですね、なるべくその不安に感じたところっていうのをヒアリングしていったり、それをあらかじめ回避するためにはどうしていったらいいのかっていうことをですね、まあ、これまたね、毎回出てくるコーピングスキルというやつになってしまうんですけど、まあ、対処技能としてね、身につけていくっていうことをね、作業療法士としてはやっていきたいところですね。さあ、ということでね、まあ、なかなかね、場の雰囲気であるとか脈絡を読み取るのが難しい方なのでね、それがどんな場面でね、どこで起きるのかっていうのをですね、見つけるの自体もちょっと難しいとは思うんですけどね、どこで適用するのが難しいのかをね、まあ、ぜひ把握して、まあ、支援の方法をね、まあ、一緒に模索していってほしいと思います。さあ、ということで、まとめていきましょう。統合失調症の方ってね、まあ、の特性をね、理解するかことっていうのはね、まあ、その方とそのより良い関係を築いていくための第一歩になってくるわけです。で、僕たちはその特性を理解して、適切なサポートをしていこうと。で、彼らの社会適応をサポートできる立場にもいるわけです。ですのでね、まあ、ぜひですね、今回は、どこで不安になってしまうのかを把握するということでしたけど、ね、まあ、その方のね、まあ、なんというのかな、ちょっと得意な行動というかね、ちょっと理解しがたいような行動をとっていたとしてもですね、それを取るにはですね、その人の中での生存戦略的なね、理由っていうものもある可能性が非常に大きいのでね、まあ、ぜひ一緒に下げていってほしいと思います。まあ、こういう形でね、いろいろなエピソードちょっとこう、まあ、ほぼ創作の形でやってますんでね、あれですけど、まあ、実際の患者さんではないね、創作のエピソードでやっているんで、例え話としてね、いろんな方たちに使っていってほしいなと思うところもありますのでね、今後もいろんなエピソードを作っていきたいと思っております。まあ、ぜひですね、まあ、こういう患者さんいたんですけどとかですね、まあ、情報提供いただければですね、それを元にしてね、解説する、もう全然違うね、人物像のエピソードを、でね、紹介していくっていうことできますんでね、情報などいただければ嬉しく思います。さあ、そして、まあ、今回のお話っていうのはですね、まあ、統合失調症の方のね、病気を理解していこう。そして、リハビリとして何やっていこうかっていうのはですね、まあ、教材として、作られております。まあ、ですのでね、よりこう、なんていうのかな。まあ、ライブの形で、毎回ね、どんなテーマ来るのっていうのをね、待ってて、学ぶのはちょっと苦手だなという方はですね、ぜひ教材を手に取っていただいてですね、そちらで、ゆっくりじっくり繰り返し学んでいただけたらいいなと思っております。あとですね、うつ病のリハビリテーションセミナーもですね、ようようと開催していきますのでね、ちょっとまだ、
何でしょう、紹介ページが作成途中な部分もありますけど、はい、こんな感じでやっていきますんでね、まあ、ぜひ合わせてチェックしてみてください。ということで皆様、今日も素敵な臨床日和かと思います。ようやく涼しくなってくるのかなとね、期待できる雨の日でございます。台風のところもありますのでね、十分注意して頑張ってください。ということで皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。